あいつこんなこと言ってました。あいつこんなこと言わないよね。なんだこれ、おいだ。あ、バレた。あいつこんなこと言ってましたと一緒のコーナーだって。なんだこれ、おい。はい、なんだこれ、おいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後は、なんだこれ、おいで締めるのがルールです。なんだこれ、おい。びっくりした。びっくりしました。びっくりしましたよ。怒ってないからね。いや、ほんとすか。ラジオネーム三平、はい、世界的文豪の水島博大先生が俳優復帰作黒執事のジャパンプレミアにてめちゃくちゃカッコつけながら意気込みを語ってやがりました。クリエイターとしても役者としても今の自分にできる精一杯のことをこの作品に詰め込んできました。だからこそ評価されるかどうかの勝負だと思ってます。僕はこの勝負に勝ちたいです。はぁ、お前小説家だろ。ごちゃごちゃ言ってねえで書けよ。あの歴史的失敗作かげろうの続編を書け。アマゾンのレビューにゴキブリを叩くには最適の硬さですとか、この本を燃やしたところかげろうが見えましたとか書かれて悔しくねえのか。俺は悔しいぞ。もっと面白いレビュー書きたいからさっさとかげろう出せ。なんだこれ、おい。かげろう出せとか。なんか役者さんってさ、はい、大変な仕事だなって思うね。そういう意味ではね、いつもいいなって思うけど、こういう時ね、はいはい、恥ずかしい時、芸人だったらさ、そうですね、本出したけど失敗したんでちょっとこっち戻ってまいりました、すいませんって、言えますもんね。言えるけどさ、ね、それ言えないんだもんね。そうですね。僕はこの勝負に勝ちたいです。2枚2枚っつってる。クリエイターとしても役者としても、そんなですね、自分にですねできる精一杯のことをですね、この作品に詰め込んでまいりました。だからこそですね、評価されるかどうかの勝負だと思ってます。僕は江川に勝ちたいです。いや、それできたら水島ヒロ楽でしょ。それできたら最初ね、あれかなと思って相撲さんでしたけど、辛いね。あげとこう、パンあげときます。ラジオネーム気持ち改め焼き餅、はい、元 AKB 葛西智美の野郎がストレート葛西智美の野郎が千葉幕張メッセで開催中東京オートサロン2014内のグッドイヤーブースに登場し、自動車運転免許についてこんなことを言ってやがりました。私持ってないんです。メンバーでは何人か持ってるんですけど、私は運転向いてなさそうな気がして取ってないんですよ。それに持ってたら家族に言われて私も運転しないといけなくなるかもしれないし、私はまだ寝ていたいからまだもうちょっといいかなって、運転免許を持っている彼をゲットします。うるせえし、長えし、お前ほんとわがままだな。そんなことじゃ一生結婚できねえし、どうせ彼氏できてもやって終わるだけだろ。ニートの俺が言えることじゃねえけど、まずは生活リズム整えて仕事サボらないでしっかり働け。応援してっからよ。なんだこれ、おい。ストレートだ、随分。読んでてさ、これ長えな、ね、こいつ。頭悪いね、これ書いてきたやつが頭悪いんじゃねえかなと思ってたけど、そういうことだな、本当にもう長えわ、本当。うん、もう途中で分かりましたよ、イライラしてんの。どういうことだこれ、本当に。私持ってないんです。メンバーでは何人か持ってるんですけど、私は運転向いていなさそうな気がして取ってないんですよ。それに持ってたら家族に言われて私も運転しないといけなくなるかもしれないし、私はまだ寝ていたいからまだもうちょっといいかなって、運転免許を持っている彼をゲットします。長いですね。どういうことかね、これ。何のつもりでやってんの、これ。なんすかね。否定するとあれじゃないですかね、また。この、インタビューが許される職業って、何の人何の人、ハリウッドのスーパースターでもちょっとみんなイライラするからね。なんだろうと思いますよね。
そうですね、ビッグスターでしょ、超怖えヤクザぐらいじゃない、これ笑ってきてんの途中でね、何も言えないですもんね、あげとこうもうちょっと端折ってくださいじゃなくてラジオネーム三平、はい、祭りでハメを外すタイプのチンピラどもで形成されているエグゼイルさんが新メンバーオーディションを開催するらしく、パフォーマーを引退したヒロとかいう色黒親父がこんなことを言ってやがりました。エグザイルは多くの人に夢を提供する場所であり、夢を叶える場所でもあります。夢をつかみ取るチャンスは誰にでもある。夢を持った挑戦者たちと巡り合えることを楽しみにしています。おい黒ゴリラ夢を叶えるために応募しようと思ったんだけどよ、ホームページ見たら25歳以下の男性限定じゃねえか。何がチャンスは誰にでもあるだろう、嘘つき味噌汁の引きこもりだけでネルザイルを結成してオーディション会場で爆睡してやるからな。なんだこれおい何言ってるこれはひどいね、いやひどいね、誰にでもチャンスあるんだったらやっぱりこれはダメよ、ね、年齢制限いらないですね、うんうん、ダンスってなったらちょっとあんまり30以上ってなって踊れるんですかね、うん、どう、いやそれはさやっぱり俺ぐらいのさやっぱりラスベガスのショーを見てきた人間見ただけから言わせればさ、はあ、やっぱり年相応のダンスっていうもんがあるんだ。ああなるほどなるほどなるほど、若きゃいいってもんじゃないってことですね、若くて激しいダンスを踊るだけがショーじゃない、うん、そりゃそうですねやっぱ60歳のおじいさんがやっぱ踊る渋いダンスっていうのもあるからね、そりゃ20歳には出せないよ、そうですね、そりゃそうですね、だからまああの集団行動みたいなことなのかな、これが同じような体力の同じようなダンスを踊るっていうだけのことかな、じゃあ、あーまあ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 、おじいさん入れてもいいんじゃない、アンガールズの田中のカーズの時のダンスも面白いし、いろいろバリエーションあってもいいんじゃないかなと思いますよ、僕は。いいですよね、全然。そうですね、これもう本人目の前にしてちょっと言ってこよう、はい、誰にヒロさんにちょっと、あ、本当本当ですか、ヒロさんに会ってちょっと提案してみよう、言ってもらえます、直接会うことがあったらね、はいはいはい、ほうほうほう、それは俺の夢、なんていうか知ってる、なんていうか、いつも応援してますなんでひよったな全然言ってくれないじゃないですか、なんですか、60には60のダンスってその話かっこよかったんですか、それ言いましょうよ、それちょっといいなって思っちゃう、それ直接言ったらさ、言われることって一つだよ、はい、ちょっと黙っててもらえます、素人なんだから言っちゃうよ、ごもっともですね、なんかちょっとやろう、確かにね、御嶽マリオ、はい、有吉さん、特に印象のない鍋プロの若手俳優こと瀬戸康史くんの野郎が映画僕は友達が少ないの公開にあたって自身の学生時代を振り返りこんなコメントをしてやがりました。一匹狼に憧れており、ずっと一匹狼で暮らしていこうと思ってました。そのため友達と呼べる人は数人しかいませんね。はあ、イケメンがドヤ顔でロンリーウルフ語ってんじゃねえぞ、イケメンが友達少ねえわけねえだろうが、つかなんだ一匹狼に憧れてただと、はあ、てめえなりたくもねえのに学生時代一匹狼のポストに担わされた俺の気持ちわかんのか、好きな子の弁当箱の端盗んで自分のケツの穴にぶち込んだ後丁寧に弁当箱に戻したことあんのかって聞いてんだよ一匹狼になるための努力てめえちゃんとしたのか、これだから初心者はろくでもねえよ。おい瀬戸、もしこの放送聞いてるからな、俺は今 UK 好きのメガネの頸動脈を引きちぎるために某ラジオ局の下でチェーンソーを持ってうろついてるから半蔵門まで来い、たくさんアドバイスしてやるからな、なんだこれ、おい怖いね、怖いですよ、でもさこれあの一番言っちゃいけないセリフだよね、はい、一匹狼に憧れてます、いやちょっとね言えないですよ、俺一匹狼なんですよとか、ね、一番かっこ悪いよね有形的には一番かっこ悪いよね、一番かっこ悪いですよね、一番ダメだよ本当に、やっぱこういうものは自分で言うことじゃないからね、いやないですよ、周りが、あの人は一匹狼だねっていうことだからね、そうですよ、これ
ずっと一匹狼で暮らしていこうと思っていました。だからもうこれダッサ UK じゃやっていけないよね。こんなもんノエルギャラガーにボッコボコされるよね。されますよそれ。いや本当の一匹狼やっぱりギャラガーだから。そうですね、兄弟とさえ別れちゃってんだから。そうですね。そうですね。なあ、確かに確かに。いやこれダメだわダサい。かっこ悪いかもしれないですね。有吉さんも UK 側なんですか。流し UK 好きな、わかりますけどね、はい、ずっとサッカー UK 背負ってます。そうなんですけどね。でもなんか UK は、ね、何に言い換えたらいいですか、その有吉さん的な UK は。ちょっと、うん、なかなか、だからこんなこと言っちゃダメ、うん、僕友達欲しかったですけど、うん、友達が いなかったですね、寂しかったですよ、うん、そうですね、なーにーになるけど、それならって言っといて、周りの人が、はい、いや違うんですよ、あの人僕ら友達になりたくてすごい素敵だから、うん、女の子にもモテたんだけど、うん、あの人は一匹狼だったんですよ、はいはいはい、つったらかっこいいじゃんな。 それで成立しますよね。これが UK だよな。本当。いやだから。Stay Night Dreamer Live on air。続いてはなんだこれおい。はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールです。はい、わかりました。ラジオネーム味噌塗りランドセル。主演映画永遠のゲロ。が絶好調の長谷川理恵さん、1月8日付のブログより。皇居で25キロ走りました。前回の20キロ走と比べるとイマイチな走りでしたが、そんな時もありますね。20キロ過ぎたあたり、皇居5周目でガクッと足に来てしまいました。それにしても正直だな、体は。ああまだまだ。おいゲロを吐け。もうどうせなら宇宙空間の無重力状態でゲロを吐いて、有吉さんとジョージ・クルーニーが一滴足らず飲み干して、フル勃起したまま宇宙空間に投げ出されるというゲテモノ映画、ゲロ・グラビティを今すぐハリウッドで撮影しろ。なんだこれおい。だからもう長谷川理恵さんがマラソン走りながらゲロを吐くっていうニュースをさ、はい、この番組ぐらいだよ言ってんの。そうですね、てか俺ぐらいよ。長谷川理恵さんのマラソンドキュメントで、マラソンドキュメントの中でゲロを吐く長谷川理恵に興奮したっていう、はい、俺のその性癖的なこと、またこれ言ってんです、ね、失礼長谷川理恵さんに。そんな毎日毎日ゲロ吐いてんじゃないんだから。ポンプのじゃないんだから。知らないでしょ、この AV 男優。知らないですね。知らない。AV 男優さん。いっぱいゲロ吐く AV 男優。お金よ。そういう芸風なんですか。もう随分昔のよ、昔の俳優さんよ。ラジオネーム三平。はい。うなじだけが美しい、S見真紀子さんが、私の何がいけないのというゲス番組の中で、背中のタトゥーを披露して、壮絶な過去をぶちまけた、美奈子さんに対して、例のドヤ顔でこんなことを言ってやがりました。命があるだけいいじゃない。あ、ごめんなさい。命があるだけいいじゃない。あなたは今までヌード写真出したりとか、自分のやりたいことをやってると思うんだ。でもこれからはそんなに甘くないと思いますよ。美奈子もうるせえけど、おめえもうるせえな。うまつらが自信満々に説教かましてんじゃねえよ。かっこいいお姉さん気取りだかなんだか知らないけどな、無表情のおっかねえババにしか見えねえんだよ。おでこに真顔っていうタトゥーを入れて図書館の受付に座ってろ。なんでこれおい。全然もうむっちゃくちゃだけど気持ちいい悪口だな。そうですね、痛快ですね。怖いな。エスさん綺麗だろうよ。いや綺麗ですね、うん、全部綺麗じゃないですか。ラジオネームマキマキ、はい、笠井智美ニューシングル消えたいくらい1月15日発売。もうどうぞとしか言えないよ。テレビ番組の企画では途中で消え、写真集も発売日前に話が消え、 AKB からもいつの間にか消え、今度は何から消えたいの。芸能界なんだこれおい。気持ちいいですね。気立つだな。消えたいくらい。なんかさ、それもこれ
せっかくかどうか知らないけどさ、うん、消えたいくらいっていうのが全部カタカナで、あ、そっちなんですね、うん、なんか漢字じゃない、消えたいくらい、あ、なんか、なるほど、誰だっけあれ、岩井俊二の映画みたいなさ、ああ古いね。ちょっとなんか、なんかこの感じ。その感じ懐かしいっすね。懐かしいね。懐かしい。懐かしいっす。まあ、いいか。いや、まあいいよね。日本の音楽シーンには俺ら正直興味ないから。ちょっとね。やっぱり今、UK ですもんね。ワールドワイドに見ていかないと。今何がいいんですか？誰ですか？ UK。僕ですか？やっぱ、今で言うと、そうですね。いろいろいるんですが、ジェイクバグ。ああ、ね、ジークバグね。一人で歌ってる人。知ってます、なんかオエシスの匂いするよ、ね。しますよ。本当に本当するよ、しますよ。当たってんだよ、俺。当たってんだ。当たってんだ。じゃあ、じゃあ、ノエル兄弟からね。そうだね。そうなんだ。直系なんだ。じゃあ、すごい。ラジオネーム三平。はい。全知全能の神であられる。ゲッターズ飯田様が自身のブログで恋愛成就の秘訣を語ってらっしゃいました。まずは他人に興味を持つこと。自分のことだけを考えないで人をよく観察してみるといい。他人を小馬鹿にした発言は絶対にやめた方がいい。そんなことを口に出しても性格が悪いと思われるだけ。愛嬌よく他人に興味を示せば恋は意外と簡単だったりする。うるせえバーカニコニコしながら話しかけただけで通報されるぶっきも野郎だっているんだよクソが。おめえだってまあまあ気持ち悪いんだからわかるだろう。三流占い師のくせに聖人君子みたいな面して心の機微語りやがってよ。人の人生左右するって意味じゃな、ゲスナーの悪口なんかよりおめえの方が全然悪質だからな。反省しろ坂本ちゃん。なんだこれ、おい。うわ、全部言ったな。全部言った。ね、全部言った。もうこれ以上ないね。ないですね。本当ないですね。気持ちいいねのコーナーじゃない。違いましたね、これね。今日気持ちいいな。投げとこう。パン。今日全部あげてもいいんだけどね。忘れてたから。あまりに気持ちよくて。大丈夫、共同のドブガエル。はい。有吉さん、この世の真理なのか。いいことがあれば悪いことってあるんですね。フライデーにおでこと、ああなるほどね、フライデーにおでことアナルが狭いなるみりこちゃんのハイライト喫煙写真すっぱ抜かれてました。有吉さんが禁煙をしたと思ったらなるみりこが喫煙かよ。しかもハイライト、いつから吸ってんだよ。二十歳から吸い出して21でハイライトはないよな。ラッキーストライク、マルボロ、ラーク、メンソール、ピース、その後ハイライトだもんな。ってことは中2ぐらいから吸ってないとついつま合わないな。アリュウさん、もし芦田愛菜ちゃんが吸ってたらお尻ペンペンしてやめさせてね。なんだこれを。いや、行くでしょ、ハイライトは。ああ。最初の方でいい。俺もう、俺本当にずっとやってて、巨人師匠の弟子もやってたから、ずっとタバコ吸わずに、俺二十歳から始めてホープだからね。すごい。一発目ですか？一発ホープだから。一発ホープ一発ホープそうだよ。そんな人一発ハイライトあるよ。あります？一発ハイライトある。あ、ガッツあるな。わ、なんか徐々に強くなっていくイメージあります、ね。いや、全然もう一発ホープですから、ね。一発ホープだから俺、これはナルミニコちゃん全面的に支持します。そうですか。うん、ね、どうしようかな、あと1枚ぐらいはいけるかな、ラジオネームヒロパン。有吉さん、アルゼンチンのサッカー選手イカルディが恋人と28時間で15回セックスしたと報じられていました。28時間で15回だと?1 回あたり2時間弱。お腹も空くだろうし、トイレも行くだろうし、1時間に1回くらいってこと？入れたら3分で発射とかの超早漏なのかな。にしてもチンコの回復早すぎだろう。それともあれか、フニャチンのまま入れてんのかな。いくら若くてもスポーツマンでもフニャチンのままじゃ女は満足しねえだろう。ちゃんと女のことも考えてやれ。そして1回くらい俺にやらせろ。なんだこれ、おい、なんなんだこれ、お前なんなんだよ。なんだよ。これじゃあ行こうか。ラジオネームカジキマグロ。陰毛父出し女こと
小島春菜ちゃんの野郎が出した写真集が女性ソロ写真集部門で6万1000部の歴代最高週間売り上げを記録し、購買者の 52% は女性だったそうです。嘘つけ。その 52% のうちのほとんどが女装癖のあるゲズラだろ。それにその本の内容で自称ダイヤモンドカップとか言ってるらしいけど、有吉さんに命名してもらった父だろうが、父だろうがお詫びとしてサンドリの心のスポンサーになってパン10個貯まったらゲスラに陰謀1本プレゼントしてくれ。クマタングッズなんて俺たちは似合わない。さあゲスラ皆さん、有吉さん、我々の力でコジャルをパイパンにしよう。なんだこれ、おい、下手だな文章。冷めたわ。ブレイク。続いて、なんだこれおい。はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。うん、文章の最後は、なんだこれおいで締めるのがルールです。はい。ラジオネーム三平。一般人の横っ面に平手打ちを叩き込んだデビスカルの容疑者が、今度は西川彩子先生に矛先を変え、ブログで吠えてやがりました。私が平手打ちしなければいけなかったのは西川彩子だったのかもしれませんね。この可愛げも女らしさの一かけらもない、男にも女にも愛してもらえない、かわいそうなギスギスと小憎らしいことしか言えない、この亀顔の女の顔を平手打ちした方が良かったかもしれませんね。憎しみすげえな。73歳のおばあちゃんがゲスナーみたいな文章書いてんじゃねえよ。確かにな、西川先生はギスギスの亀顔だけど、お前だって髪型がクソかっこいいカマキリの妖怪じゃねえか。なんだその変形リーゼントは。ハードスプレー何本使ってんだこの野郎。なんだこれおい。素晴らしいだろ。いやーとすごかったですね。73歳のばあちゃんが本当にこんなこと言うんだろう。そうじゃな。いやーすごい。やげとこう。すごいですよね。いやラジオね、西川先生はまあ離婚だけど、うん、はい、すごいな、デヴィ夫人ってな、よくドラム起こすな。いやすごいですね。気性激しいですかね。激しいでしょ、うん、そりゃ、うん、俺やっぱたまに番組一緒になってやっぱちょっとドキドキするもんね。あ、まあ、そうですか。うん、なんか急に怒られるんじゃねえかな。まあ急に怒られたって俺の方がそう言っても腕っぷしが強いからね。腕対決になっちゃうと。そうですけどね、そう、平手、デヴィ夫人の平手打ちだと俺パッとガードして、もうあれだろうね、眉間に、うん、一本指グッと立てた一本剣みたいなの、はい、もう頭蓋骨にひび入れてやって、で脳天にチョップチョップ打ってやるから、もうデヴィ夫人バラバラ。ふざけるよ。世紀末じゃないですか。俺にビビったりしたらデヴィ夫人なんて2発でバラ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 になります。ふざけるから。うわすげえな、世界観。お前ら俺パシッと呼ぶから、ええ、ほうき、チリトリとほうき持ってきて、サンサンサンってスプラッターじゃないですか。怖いな。スタジオネームパイロット。はい、タレントの藤田のり子さんが朝の情報番組で若鷹兄弟の DNA 鑑定をしようかしらって言ってました。うるせえこのスキャンダルスババア、誰にも相手されねえからって貴乃花さんに絡んでくるんじゃねえ。貴乃花さんはな、日本相撲協会の理事で貴乃花部屋の親方なんだよ。立派に仕事してるんだよ。お前やマサル氏みたいにな、スキャンダルを売り物にして生活してねえんだよ。その頑張ってる立派な方の息子の足引っ張るようなこと言ってんじゃねえ、このアダムズファミリーが。マサル氏と戯れてろ。なんだこれおい。いや似てるわ確かに。怖い。いやマサル氏。ラジオネーム三平、はい、みっともないカピバラこと恵比寿吉和さんが産経ビズのウェブインタビューで長々と友達論を語っていました。うん、私は友達がいることがいいとは思いません。友達が多ければ結婚祝い、出産祝い、新居祝い、飲み会、遊びの誘い、金は出ていくばかりです。友達になると大体私の方が立場が弱く、相手の言いなりになってパシリになる役回りなので、友達を作ろうと思ったことはありません。人間は一人で死んでいくのだから、もっと一人の過ごし方、楽しみ方を覚えた方がいいと思います。天才かよ。こいつもはや神だな。この素晴らしいインタビューを巻物にしてよ。
六本木のバーとかで人脈広げてるクソ若手俳優どもの耳にぶち込んでやりてえわ。マジで友達が多い若手俳優とか全員くたばれよ。なんだこれ。代弁してくれたんすねこれね。野口さんに神って言ったらもうおしまいだと思うんですね。いやすごい。ラジオネーム三平。琵琶湖大ナマズ泉ピン子さんが やばいな、これだけであげちゃうわ。琵琶湖大ナマズ泉ピン子さんがジェネレーション天国という番組でアイドリングの菊池亜美さんを猛烈に批判して場を凍らせてやがりました。つまんない、お前つまんないんだよ。悪いけどただのクソ生意気なガキだね。先輩に物言うときはね、愛嬌を持って言った方がいいね。テレビの中でもね、どのぐらいで芸能界がいなくなるのか楽しみにしてるからな。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。母さんだってめっぽつまらないじゃないか。愛嬌のかけらもない猿側の老婆じゃないか。スポーツ狩りの橋田先生と二人で三谷作品の悪口でも言ってなよ。なんだこれ、おい。えなり君送ってください。エンジェルあげときましょう。パン。泉ピン子さんとかデヴィ夫人とか、まあちょっとそこそこの年齢いった、ね、大御所ってやっぱり厳しいね。厳しいか口悪いね。そうね、お元気、怖いよね。もうそうね、お元気ですねって言うしかないね。ラストぐらいしとこうかな。もう今日は三平しとこうか。はい、ラジオの三平。精神的オナニストベッキーさんがツイッターでこんなことを言ってやがりました。ヘアメイクさんとスタイリストさんと私の3人で楽屋で告白についておしゃべり。楽しかった。今まで何人に告白されたかをそれぞれが告白。かっこ笑い。プライベートの話を一切しない私たちがそんな会話を。攻めてるー。推進。どんなに聞かれてもここには書かないぜ。聞いてねえし、全然攻めてねえし、野良犬のクソより興味ねえわ。何が今まで何人に告白されか、されたかだよ。あの恥知らず。てめえらに告った男どもに謝れ。あと美脚ばっかりアピールしてねえでな、たまには自慢のな、でか乳もアピール。なんだこれおい。かかん、後半。続いてなんだこれおい。なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。はい、文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールです。はい、ラジオネームケツダシエッフェル塔。有吉さん、4年に一度行われるソーセージの祭典ソセオリンピックの裏でソチオリンピックとかいうパロディーものがもうすぐ開催され上がります。ソセ五輪を堂々とパクったこの大会はソセオリンピックのソセはもうソーセージのソセですからね、これ忘れないでくださいね。ソセ五輪を堂々とパクったこの大会は選手村と呼ばれる風俗街に集まった、いろんな国の若者たちが日夜フリーセックスを歌い乱行しテンションが上がって冷たい氷の上で踊ったり雪山で飛んだり跳ねたりと危険極まりない行動を取ります。このように世界の不良たちの決起集会とも取れるこのイベントは2月7日に始まるそうで、小さい子供を持つ母親たちの要望により反面教師的な意味で世界各国で放送されます。なんだこれおい。ソセゴリン。ラジオネームチェーンギャグ。20代女性、彼氏にしたい男性の条件ベスト3。第3位、場の空気を読む。第2位、トラブルに対して冷静に対処。第1位、包容力。嘘つけ！どうせルックスと金だろう。俺なんかこの3つの条件全てクリアしてるぞ。小学3年生から高校2年の9年間いじめられてたから常に人の顔色伺って空気は読める。9年間もいじめられていたから経験、いじめられてた経験からトラブル回避は得意。そして包容力、顔面殴られた歯が飛んでも笑顔で対応できるほどの包容力を持つ俺様がなんで風俗がゆの落ちぶれた男になってんだよ。20代のクソヤリマンの言葉なんて信用できるか。なんだこれおい。ねえ、わかりますけどね。ますね。まあ暗い。ラジオネーム三平。はい。日本一信頼できるネットニュースサイト RBB Today の記者さんが、先週僕が送ったデヴィ夫人の投稿はそうだ
としてクソバカ野郎だ本当に。先週僕が送ったこの三平がね、はい、三平が送ってくれたデヴィ夫人の投稿ネタをさも有吉さんが発言したかのように書き散らし、数時間後にこっそりお詫びと訂正を追記していました。リスナーから寄せられた投稿文を有吉さん自身の発言と誤った記載がありました。訂正し読者並びに関係者にお詫び申し上げます。はぁ、そんな逃げ腰の万引き主婦みたいなタワゴと通用すると思ってんのかよ。どう見ても悪意 100% の熱情じゃねえかよ。クソみたいなネタ送って有吉さんに迷惑かけてる俺も最低のウジ虫だけどよ。アクセス増やすために腐った熱像記事書いてニヤニヤしやがるてめえの泥棒根性だけ許せねえんだよダバハゼが。書くなら聞くな、聞くなら書くな、その汚ねえ手でマス書いてチンコもげろ。なんだこれよ。うわぁ、いやもうなんか、まあよくよくこういうことあったけど、これはもう特にそうだった。もう完全に俺が言ってるってことになって、はいはいはい、嬉しそうにやってたよ。なんとかなんないのかね、こういうのね。そうですよね。うん。お互い嫌ですよね、送った方も。ね、読んだ。まあ三平そんなに嫌じゃなかったと思うけど。別に俺も別に平気だし。おお、優しいですね。うん、まあ別にいいんだけど、まあ、ね、ちょっと今やり方ね汚いね。拾ってきた感じですもんね。ネタをね。どうせ拾ってんのにさ、さらにそれ変えちゃうとさ。まあいいけどね。ラジオね、満腹ていなり。あ、上げとこうか三平。すごかったから。はい。うん。ラジオネーム満腹ていなり。ミラクルじゃない光こと宇多田ヒカルのラジオ番組が15年ぶりに再放送されるそうです。有吉さん、このゴキブリのたまり場のようなクソ番組も15年後に再放送されたりするんでしょうか。その頃有吉さんは55歳で、我々ゲスナーはほとんどがのたれ死んでいることでしょう。そんな頃に再放送なんてされたら、有吉さんの仕事はついになくなるだろうし、死んだ我々も地獄で報われません。この番組が終わってる時、残ってるテープを全て処分しましょう。なんだこれ。本当だね、15年ぶりに再放送すごいな。こんなラジオ、でもこのラジオなんて再放送されないだろうね、やっぱりね。まあ、そうですね。まあ、どうでしょう。やっぱ最新トピックスばっかりお届けしてるから、それはもう、再放送なんて通用しない番組だからね。ガチュンですもんね。ねえ。今お届けします。さあ、ラジオのチェーンギャング。はい。江角真紀子の自動車接触事故をベッキーが代理で報告。どうやらドアミラー同士の小さな接触で傷すらつかなかったみたいですよ。なんで関係ねえてめえがシャシャリ出てきてんだバーカ。ハーフの辛いおろし、バーバー、仕事ゼロ。そんで、年金未払いの江角真紀子。てめえも攻撃しねえと思ったらお間違いだぞ。小さな接触事故じゃなくてバンパーべっこり行ったらしいな。しょんべん垂れ流して反省しろ。なんだこれ、いや、どうした。いや、これまた俺だよ。これまた俺がやってる。そうなりますよ。悪態がすごいですよ。ベッキーさん仕事ゼロじゃないでしょ。マホとしてでしょ仕事。忙しいよ。俺のことになるからごめん。ラジオネーム三平。ウェディング業界のハクビシンこと神田うのさん37歳が自身のクソブログにウェディングドレスを着たキティちゃんとのツーショット写真を掲載してごちゃごちゃ言ってやがりました。ハローキティとコラボレーションでキティちゃんドレスをデザインしたんですよ。撮影はピューロランドのキティちゃんのお家にて。キティちゃん、宇野デザインのドレスとってもお似合いでした。おいキティ、お前マジで何やってんだよ。ドレス脱げ、燃やせ、仕事を選べ。神田宇野をお家に入れるなんて言ったろ。日本で一番嫌われてる黒鬼だぞ。大豆をぶつけて追い出せ。なんだこれが。神田宇野に言ってもね、あの聞く耳持たないから、キティちゃん、ね、なるほど。おいキティね、素直の方に。ラストぐらいにしようかな。はい、ラジオ三平、一歩も動かず億単位の収入を得ている元ダルビッシュ紗栄子さんが自身のドスケベブログに本田圭佑選手からいただいた背番号入りのユニフォームの写真を載せてこんなこと言ってました。本田選手から息子たちにプレゼント、喜ぶだろうな。お前がな。なんだこれ。はい、なんだこれ。なんだこれ、はい、なんだこれ多いと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれ多いで締めるのがルールです。ラジオネーム三平、
妖怪人間ベラベラベラでおなじみの道端三姉妹が日曜朝のトーク番組僕らの時代にガン首並べて出演し、ここ数年で一番つまらない身内トークをしてやがりました。10年前はモデルさんは今より下に見られてたし、テレビに出れるのはタレントさんだけって感じで、すごい嫌だなと思ってた。モデルでも喋れる人も演技できる人もいるし、モデルだっていろいろできるんだから認められたいって思ってた。今そういう風になってきてね、すごく嬉しいとか言ってる変なモデルがいたんですよなーにー、やっちまったな。モデルは黙って脱げ、モデルは黙って寝ろ、もう二度とトーク番組には出ないでほしいよなんだこれ、おいクールポコのクラスに嫌がってたな、本当に。はい、まあね、いいんじゃないですか。まあお笑いもこんなこと言ってる人もいましたしね、昔ね、お笑い界のやっぱ地位向上とかね言ってる人いましたけど、まあそれはトップの人たちが言ってることであってね、道端三姉妹がモデルのなんかまあいいか今日はね、やっぱりちょっとやっぱり、ハイムリヒマニューバーの日ですから、そんなにやっぱりきついことも言うのやめましょうよ。そうですね、今日はね、やっぱ道端三姉妹にでもあれだな、ハイムリヒマニューバーをしてやりたいね。ダメですよ、セクハラでしょそんな何が出てくるんですかね、ほんとね。ダメですよ、急にやっちゃう。なんかあった時にやってください。そうそうそう急にやんないでください。ね、ハイムリヒマニューバーを詰まってもないのにやったら、これは攻撃になりますからね。気をつけてください。お気をつけください。はい、ラジオネームケツダシエッフェルト、はい、ブログの女王でもグラビアの女王でもない32歳山本あずささんが青年実業家と結婚してやがりました。はい、出た出たパー出ました。ビビアンスーに続きまたしても出ましたよ、青年実業家。ああ美人はずるいよ。芸能界でパッとしなくなったらすぐ実業家の書き垂れになって結婚するんだもん。あ、勘違いしないでくださいよ、僕は悔しがってないですよ。だって僕はあずさちゃんが大好きだからね。今夜もあずさちゃんをおかずにシコ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 両手で祈るようにチンコを握ってるよ。青年実業家が失敗してあずさちゃんが無敵デビューしますようにってね。よし、早速株価チェックしてみよう。円高ドル安、俺ドリチン。なんだこれ、おいあんまりこのこっちに読み方を強要するようなメールやめてくださいはい、出たとか岡田さんのパーそうですね、やめてもらえますか、ね、強要きついですか。ラジオネームこいっち、先日小金稼ぎこと水道橋博士がM ステでおっぱいポロリというエロ釣りのスパムを踏んでツイッターのアカウントを乗っ取られていました。おい下水道、お前いつも偉そうな口叩いたり番組勝手に降板するとか言ってみたりして調子に乗ってるけどな、やっぱただの親父じゃねえか。最近では育毛に失敗してハゲてきてるしな、お前はハゲでチビでプライドの高いただの偉親父だ、自重しろ。なんだこれ、おい、これ糸井重里さんも乗っかってましたね糸井重里さんもこれポロリ、おっぱいポロリのやつ、あー、つられてやつ、つられてカウント乗っ取られてすげえ反省してたですかスケベ心でした笑っちゃった糸井さん、たまに見ると男ですね。まあ男ですからね、まあ見るでしょ、当然見てしょ、当然でしょ、はい、僕もやっぱり これみんながつられてんなっていうのを先に見たからやめたものの、あそうじゃなかったら俺もすぐだよ、言ってますか、ああすぐですよそんなもんすぐなんですか、私はすぐですよ、どうなったんですかね、うん、であれだからな、さっき水戸鉢博士のことをあのハゲでチビでプライドの高いただのエロ親父だって言ってたけど、そこ白髪も入ってくるからななんで追い詰めを増やすんですか何を注意するんですか、増やすんじゃないでしょラジオネームボンクラ停止中、はい、浜崎あゆみさんがツイッターでこんなことをつぶやいていました、はい、今日と明日は東京からのクルーと撮影、 LA 快晴だからロケ日和じゃん、
とか思ってたらめっちゃ曇ってきた。さすがだぜ私、かっこ笑い。曇ってんのはてめえの目だわ。いいか、てめえの時代もうとっくに終わってんだよ。お前がどれだけイケメンの外国人と結婚しようが離婚しようが再婚しようがな、剛力彩芽のわけわかんねえヘンテクダンスに向けられた国民の目線 はてめえに向かねえんだよ。わかったらさっさと日本から出ててめえの金目当てにすり寄ってくる外国人としゃぶしゃぶでも食ったろ。あ、忘れてました。なんだこれ、おい。いいね。いや、言うなぁ。だよ、乱暴な人たちだなぁ。こんな乱暴な人たちには、ハイムリヒマニューバーだぞ。好きに変わって、ハイムリヒマニューバーだぞ。Day Night Dreamer Live on air。なんだこれおい。はい。なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールです。ラジオネーム満腹ていなり。紅白に出た無名ミュージシャン、リンクドホライゾンのプロデューサー、レボとかいう人が、見た目そっくりなサムラゴーチに間違えられて、あなたの CD は二度と買いませんと言われたらしく、風評被害を受けたそうです。お前誰だよ、知るかよ。間違えられただけありがたいと思いやがれ一般人。そもそもお前の CD なんかシンプルに買わねえわ。こんな姑息な売名してる暇があったらさっさと新しいゴーストライター探してこい、嘘つき一般人。なんだこれおい。リンクドホライゾンは関係ない。確かにサムラゴーチさん似てるけどね。まあサングラスかけてね、見た目似てましたね。やっぱサムラゴーチさんにやっぱ君丸つけたしくくるなって話をしてたんだけど、はい、やっぱそれやっぱりしっくりくる。長島君丸ってダメだろ。ちょっとダメですね。でオリンピック選手っぽいけどね、ちょっとな。そうです、長島君丸。ハーフパイプ、ハーフパイプとかやってそう。やってそう。吉川君丸。ああ。まあまあでもこれもいいかもな。まあまあ、まあ、吉川君丸はでもあれだろうな、バイオリンだろうな。バイオリンやってる。コミュニケーションリストですか。有吉君丸。有吉君丸もいいだろ。有吉君丸もいいですね。でちょっと自分の中で違和感あるんだよ。うちのおふくろが有吉君っていう。そうなんですか。ほぼおふくろなんです。そうですね。ほぼおふくろ。ほぼおふくろなんですよね。そうね。まあ、本当でもいい。ラジオネーム三平。森羅万象を見通す千里眼で我々庶民の愚問を解決してくださる日本の救世主、スピリチュアル女子大生知恵様が、押しかけスピリチュアルという大変高尚な番組で、あのレオナルド・ディカプリオと対面してオーラを診断していらっしゃいました。レオ様のオーラは緑色です。緑っていうのは純粋でまっすぐな人に出る色なんですよ。だから役を演じる時にも本当に全身全霊で演じたりとか、とにかく信念が強くて真面目な人だと思います。てめえいい加減しろ。ハリウッドスター捕まえて真面目な人ってお前バカか。駅ビルで占いやってるクソババカ。てめえの体重も管理できねえ茶髪の小デブはよ、 LL サイズのサウナスーツ着てこんにゃくパスタ食ってろ。金輪際どこにも仕掛けるなよ。なんだこれおい。すっごいですね。言われたな、ね。いや、これはもうなんか、まあ、リスナーの意見ですからね、なんていう冷めたこと言えないですよね、やっぱり。代弁ですね。代弁者です。なるほど。いや、無関係を装えよ。そう。危ねえから。危ないですよ、書かれちゃいますからね。怖い、ラジオネーム。ラジオネーム、ペケミニ、はい。マドンナが手掛けたスキンケアブランド。MDNA スキンのオープニングセレプションがあり、オープニングレセプションが都内であり、女優の菊池凛子さん、九重親方の娘でモデルの秋元小杖さん、アーティストの IMARU さん、タレントの水沢アリーさんの4人が全員ブスなのにイベントに登場し、その中でも特にドブスのタメ口フィリピンパブこと水沢アリーちゃんが報道陣から、お肌がとても綺麗ですね、牧野選手からも言われますかと言われ、こんなことを言っていました。うん、綺麗だねって言ってくれるね。やっぱ女の子だから好きな人から可愛いって言われたいじゃん。
お前な、報道陣が肌を褒めるってことは、お前の面が北沢剛並みのドブスだから仕方ねえからピンポイントで肌褒めてるってことになんで気づかねえんだよ。キャラの万引き野郎が、ブス戦のサッカー選手引っ掛けたからって調子こきやがってよ。口開きゃ、くせえ息吐いて、無礼なこと抜かすような腐れタレントがな、メディアに出ることがドーハの悲劇よりも悲劇なんだよ、バカだれ。てめえみたいなもんはな、ドライバーに転職して前園にボコられりゃいいんだ。森泉連れて寺行って雑然食ってこい。どうしたんだよ。みんな雪だから溜まっちゃってるもん。家から出れないからこれ、ね、ちょっとストレスが溜まってる。しょうがないですね。今日はしょうがないですね。まあ、家から出ればもっとスッキリするからこんなこと言わなくなる。そうです。気をつけろよ。いや、ちょっとニヤニヤしてる。気をつけろよ、水沢アリだからそれは本人でしょ、本人。メールじゃないでしょ。いや、ここ気に入ってるわ。どこですか。女優の菊池凛子さん、はい、ここの親方の娘でモデルの秋元梢さん、はい、アーティストの IMALU さん、タレントの水沢アリーさん4人が全員ブスなのにイベントに登場。なのにってなんすかね。もう一回読んじゃって。俺はそう思わないからさ。いや、はいろんな発想があるなと思ってさ。あーメールですかね。こんな発想の人がいるんだと思って。ありますね。ラジオネームとびっこ。頼むぞとびっこも、そろそろ、ね、まともなやつ。女性がホットドッグ感覚でおちんちんを食べることで知られる性の都ニューヨーク出身のファッションモデル川北真由子がブログでバレンタインデーに自作のクッキーを共演者に配ったことを報告。そこには怒りに震えるようなことが書かれていました。ヒルナンデスメンバーも喜んでくれたよ。有吉さんも嫌がりながら今年もその場ですぐに食べてくれました。スーパー嬉しかった。やっぱり有吉さん優しいな。美味しい美味しいって言ってもらえて作ってよかったなって思いました。おい、やらせひっちゃいか。今までよくもカリスマ素人童貞のふりしてバレンタインデーに母親以外からお菓子なんてもらったことない俺らを騙してくれたな。いい匂いがするに決まっている国民的美少女からの手作りクッキー、さぞかし美味しかったんだろうな。いいな、羨ましいな。でどうせクッキーのお礼に渋谷のロシア料理店に連れて行き、川北ちゃんのお股のボルシチを飲み干そうってこったんだろう。なんだこれ、おい。矛先が俺かよ。先週ね、そのロシア料理のね、これはもうね、言うんだけど、川北は言うのよ。川北だけなのよ、こうやって俺に手作り渡してくるの、そろそろ、はい、ああそうなんですか。でもうだからそこで食べない食べないって言ったら朝の楽屋でもうずっとそのやり取りになっちゃうから、もう食べて、うん、もうそのやり取り終わらせんのよ、うん、食べてよ手作り。いやな、俺手作り食えないんだよ。いや食べてみてよ一口、うん、いや食えないんだよってやり取りめんどくさいじゃん、はいはい、あじゃあ食べるわってババッと食べて、ああ美味しかった美味しかったって言ったらもうそれでシーンとなるから、それで食べてるだけだよ。俺も手作り本当に気持ち悪いと思ってる。そうですよね。で、おまたのボルシチを飲もうとしてないぜ。安心してくれよな。以上。なんだこれおい。はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールです。はい。ラジオネーム満腹ティーナリ。礼儀知らずのドタキャンプーチンズこと、タトゥーのクソビッチどもが最近再結成したくせに関係悪化を理由にまた解散しやがったそうです。知るかブスマトリオシカ。日本人はお前らの存在なんてな、M ステドタキャンした瞬間からこの世から消え去ってんだ。これからも再結成と解散繰り返して世の中のバカどもから金むしり取る気だろう。ボルシチぶっかけるぞお前。お前らも有吉さんにロシア料理の B コース食わせてもらって賛否してもらえ。ちょっとはマシな人間になれるんじゃねえか。なんだこれおいって、うん、自分のテンションとぴったり。わーいいですね。いやでもこれロシア人に対してボルシチぶっかけるっていうのはちょっと不利だな。全部食べられちゃう。そうですね。得意だからね向こうは。そうですね。そうだ、味噌汁にしてやれよ。味噌汁ぶっかけてやれよ。しじみの入ったやつな。殻が痛いから。あ痛いですね。ラジオネーム三平。腐ったレディーガガ、岡本夏樹先輩が5時に夢中の放送中に AKB メンバーが日替わりでキャスターを務めている昼帯の天気予報について暴言を吐いてやがりました。昼帯のお天気キャスター腐ってる。あのぶっ
サイクなやつがもった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 した喋りでさ、こっちは真剣に聞いてるんだよ。もっとシャ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 と喋れバカ野郎。うるせえハイレグ。もう天気なゴリラババアが真剣に天気予報聞いてんじゃねえよ。お前いつも気色悪い露出狂みてえな薄着でうろついてんだから天気とか関係ねえだろ。AKB をディスってる暇があるんならな、H&M で分厚いジャンパー買ってこい。なんだこれ、おいって坂本夏樹さんも言いたいこと言うね。言いますね。国民的アイドルよくこんな暴言吐くね。ひどいね。数分前に巻き戻してもらっていいですかね。1分100人しか見てない人でしょ。ラジオネームゴモラ。有吉さん、元気いっぱいのバカこと市原隼人のクソバカが、やめろ。バカが多いんだよ。ボクシングドラマの番宣で目覚ましテレビに出演をし、視聴者とじゃんけんをする企画で本当はチョキを出す予定だったらしいのですが、間違えてグーを出し、データ通信でパーを選択した視聴者が負けるという放送事故を引き起こしてやがりました。おいバカハラ、お前そんな簡単なこともできねえのかよ。満面の笑みでグー出してんじゃねえ。ボクシングのことで頭がいっぱいじゃねえか。ちっちゃいの目指しやがってよ。暑苦しいし冗談通じねえし簡単なこともできねえしどうしようもねえな。もう田舎帰って草野球でもずーっとやって汗かいてろ、この腐れエキストラが。なんだこれ。まあ、あんま共感しねえな。よくルールがわかんない、この目覚ましじゃんけんの。ラジオネームザッテ。オリンピックの女子フィギュアスケートが開始される2日前、2月17日、テレビ朝日にて放送されていたフィギュアスケート特番の番組情報欄を見ていたら、こんなことが書いていました。美男美女が華麗な踊りと高度なスケート技術を競う氷上の社交ダンス。ソチ五輪では史上最高レベルの金メダル争いが予想されている。決戦迫る浅田真央らの最新情報も。おい何が美男美女だ。ああ、まあな、先々週サンドリで有吉さんが言ってたオリンピックのことあんまり言うと失言につながるってお言葉があるからな。うん、本当一言だけ言わせてもらう。わざわざそうやって美男美女って書いてな、晒し物にされた鈴木明子選手に謝れ。何だこれ、おい言うなっつってね。終わるまで言うんじゃないよ。ラジオネーム三平。俺こんなの募集してん、俺が募集してんのはクソババアとかクソジジイのスマホの話をしてるタレントの名前送ってこいっつってんだ。ラジオネーム三平。ネタ探しのためアメブロのクリック数ランキングを覗いてみたところ、素晴らしいメンツが上位に食い込んでいましたよ。楽しみです。ほうほうほう。押し切り萌え、ユニクロでたくさん買い物。鈴木奈々、すっぴんデート。辻のぞみ、娘とグミ作り。安田圭、ヘルシー朝食を作る。加藤茶、妻がバッサリ髪を切る。バカか。おい、クリックしたやつ全員集まれ。タイトル見ただけでクソつまんねえの分かってるだろ。押し切るの買い物や、お前安田圭の朝飯が面白いわけねえんだバカがよ。万が一こいつらのブログが面白かったらクソ食って土下座してやる。まあ嫁さんという名のゴーストライターが書いている加藤茶のブログは興味深いけどな。なんだこれ、おい。すごいなこれ、アメブロのクリック数ランキング。いやすごいっすね、そんなんあるんすね。絶対やるのやめよう。これあげよう、これエンジェルあげとくよ。じゃあよく調べてくれたから。あー面白かった。どうしようかな、なんかああいうのあるかな、どれしようかな。ラジオネームワギナマイク。はい、有吉さん、30歳になったら芸能界を引退してナンバーワンキャバ嬢になるとかほざいていたみそのの野郎が公式の LINE を始めたらしく、1回だけ更新しただけのくせに感想をブログで語ってあげました。ツイッターは文字数が少ないからブログを長文で書いてるんだけど、長文を書くのも読むのもしんどいし疲れるし、 LINE だったらたくさん毎日できるかなって思ったんだけど、めんどくさがり屋&豆じゃないから
プライベートでも携帯は放置するし、プライベートの時間がなくなっちゃうからもうこれ以上は頑張らないようにします。かっこ笑い。おい、もっと頑張れブスチビアリとかハチの方がよっぽど頑張ってるぞ、この根性なし。お前な、ファンサービスを怠るようなキャバ嬢がどこにいるんだデブ。おい、俺が見てるキャバ嬢のブログなんて2月は毎日更新されてるわ。だいたいな、癒しを求めにクラブ行ってよ、てめえみたいなシューマイ体型の味噌汁のブスに関西弁でベラ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 自分の話ばっかされた日にはな、もう会見してって話だろう。お水の花道の財前直美に憧れるのは勝手だけどな、二度と水商売甘く見るなよ。なんでこれ。なんだろうな、あのな、引退しますって言ってましたね。もう正直どうでもいいわ、本当。言わずにやめろっつって話でな、本当に。言うんじゃねえってやめますっつって。でも撤回したんですよね。撤回してんの、バカだから。俺より情緒不安定だな。まあ、あげとこう。以上。なんだこれを。はい、お願いします。なんだこれ多いと叫びたくなることを募集しております。文章の最後になんだこれ多いと締めるのがルールです。はい、ラジオネーム三平。ごく稀に可愛い剛力彩芽ちゃんが健直子とほぼ同じ髪型で M ステに出演し、他の芸能人と間違えられたことはありますかという質問に対してこんなことを言ってやがりました。街で男性が能年玲奈ちゃんのポスターを見ながら、あれ剛力彩芽じゃないって言ってたんです。ショートカットだから間違えたのかな。おい、間違えた男性、お前ちょっとこっち来い。剛力と能年ちゃん間違えるってどういうつもりだこの野郎。剛力に余計な赤っ恥かかせやがってよ。まああれか、ホラン千秋と蓮舫の区別もつかねえタイプか。年いくつだ。80以上のクソじじいじゃなかったら許されんぞバカが。メガネスーパーで遠近両用の金縁メガネ買ってこい。なんだこれ、おい。どっちが好きなんだよ。どっち、誰のファンなの結局っていう、ね。全員的に回してるみたいな感じですよね。なんで剛力彩芽ちゃんってあれなんだろうね。ネットとかで嫌われるんだろうね。ねえ、なんでだろうね。ねえ。あんな子なんで嫌うんだろうね。なんかあれなのかな、アニメのとかなんかまた、私の好きな作品にあの子出てますみたいなのあれなのかな、叩かれてんじゃないのかな、違うのかな、なんだろう、なんだろうね。やっぱあのダンスなんですかね。あのダンスいいじゃんね。まあ全然わかんないんだ、その辺の感覚俺全然わかんない。まあそんなことして有吉はまさか剛力彩芽のことが好きなのであろうか。前半このまとめだね。このまとめのパターンでいくねこれ。ラジオネームワギナーマイク。有吉さん、お、またこれだ。天使すぎるアイドルとして今話題の福岡のご当地アイドル橋本環奈さん15歳の野郎が。野郎がじゃねえんだよ。第6回沖縄国際映画祭の発表会見に登場し、自身が1000年に1人の逸材と呼ばれることについてこんなことを言ってやがりました。1000年に1人の逸材なんて全然そんなことないんですけど、話題に取り上げていただいて、いろんな年代の方から話しかけていただくことが多くなりました。これからも本当に応援よろしくお願いします。当たり前だろ、名前切ってんじゃねえぞてめえこの野郎。1000年も生きてない童貞のキモオタがほざき出したことに簡単に乗っかるマスコミが気持ち悪いですって言い直せクソガキ。お前が聞いたことのないような隠語連発して俺のチンコ水つけて泣かすぞ。おい、なんだこれ、おい。見せつけたらね、本当にね、冷たい目で見られてね、お前が泣くことになるから。別によ。ラジオのペケミニ。有吉さん、イタリアの種馬を名乗り上げるダバこと、料理研究家ベリッシモ・フランチェスコのケジラミ外人が、写真週刊誌に AV 女優とラブホテルでの密会をスクープされ、相手の AV 女優がこんなことを言っていました。ツイッターで毎日のように誘われて会ってみたんですけど、セックスは至ってノーマルでした。前日に、明日は可愛いティーバッグを履いてきてね、と言ってきたり、私のアンダーヘアを見て、なんで剃らないのってやたら聞いてきたり、会話も秋葉系って感じで、あんまり上手じゃなかったな。私が彼女を作らないのって聞いたら、めんどくさいからいらない、
と言っていましたと、会話もセックスも下手くそなことをバラされてしまったベリッシモさんですが、以前ツイッターでこんなことを言っていました。愛というのは愛されることよりむしろ愛することに存在する。お前愛のない雑なセックスしかしてねえくせして、どの口がこんなこと抜かしてんだこの野郎。間抜け面ぶら下げてイタリア、やめろこれ。間抜け面ぶら下げたイタリア人がてめえ本位のセックスで日本の畑荒らしてりゃな、そりゃ AV 女優もベラベラ喋るってもんだよ。これが日本のおもてなしだ。ざまあみろハゲ、てめえの股間のベリッシモじゃな、AV 女優の下の口は塞げてもな、上の口は塞げなかったな。ドブスの肛門についたニラ食って出直してこい。なんだこれおい。汚い文章だな。相当怒ってますよ。怒ってますね、うん、ベリッシモな。ジローラモに比べてやっぱベリッシモってやっぱちょっと軽いんだよな。うーん、やっぱりね、しょうがないですね。ラジオネームラクダ。有吉さん、経営者や一流サラリーマンが読む雑誌プレジデントにて有吉さんの名前が出ていたので紹介します。特集名は50賢人、賢い人ね、50賢人が選んだ2014年稼ぐキーワード、医学博士や東京大学教授などの賢い50賢人のうちの一人がキーワードピンの時代として語っていました。2013年売れたのはピン芸人、土田晃之も有吉弘行も劇団一人もそう。トリオやグループだとどうしても考え方が甘くなるけど、ピンは一人で勝負するから根性が違う、乗り越えてきた修羅場が違う。偉そうなことは言えないが、これからは会社の世界も一匹狼の時代だよ。コメディアン上島竜兵。責任者出てこい。賢人の対局にいるドポンコツじゃねえか。依頼したプレジデントも終わってるけどな、受けた太田プロも太田プロだ。おい有吉、恥ずかしい真似しないように上島の保護者としてちゃんと見張ってろ。しかし豚の死骸にしては言ってることはまともなんだよな。はあ、はあ、さては安田さんだな。安田さんがなら賢人としても納得です。今後もサムラゴーチにとっての新垣さんのごとく上島竜兵のゴーストライターとして頑張ってください。なんだこれ、おい。新垣さんだっけ、新垣、新垣さんだよね、うん、こんなのやってたんだ。いやー面白い。あとはもう一個ぐらいやって終わろうかな、うん、ラジオネームシャに構えたちびっこ。クソチンピラ軍団ことエグザイルのボーカルアツシがソロ新曲のミュージックビデオでダンスを初披露してやがりました。また今回のミュージックビデオは歌、ダンス、お芝居にも挑戦させていただきました。3つのシチュエーションでそれぞれ違うキャラクターを演じてますので、ぜひその辺も注目して見ていただけたら嬉しいですと、アピールもしっかりとしてやがりました。黙れチンピラグラさん、ボーカルとお前が踊り始めたら後ろでいつも踊ってる大勢のバカバックダンサーどもの存在意義なくなるじゃねえか。だいたい CD だと声しか聞こえねえんだから、そもそもバックダンサーも必要ないだろ。そんなに踊りたかったら盆踊り踊ってろ。なんだこれ。ひどいよ、ひどいね。いい加減してくれよ本当に。以上です。くだらないことで、はい、なんだこれおい。はい、お願いします、はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しております。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールでございます。ラジオネームレッツゴー万引きジーム。有吉さん、松下由紀や鳴海莉子と並ぶデブ三重師深田恭子さんが最近痩せたと話題になっていました。今年2月12日に4月スタートのドラマの会見をした際、ネット上では深きょん顔ちっさ、体かなり絞った、こんなにシュッとしたイメージじゃなかったんだが、隣にいる桜庭七海ってこうそんなに太くないはずなのに深きょんの隣だと深く見える、足細いなどなど、痩せた深田恭子さんを絶賛する声が多数ありました。しかしこの間の月曜日に発売された週刊プレイボーイにて表紙と関東グラビアを務めた深田恭子音体に対し、プレイボーイは八切れ日という見出しをつけ、完全なるデブ扱いをしていたのです。おい守衛者、誰が八切れパンパン関取ボディだこら。京子ちゃんは一生懸命頑張ってガリガリに痩せたんだよ。その証拠にグラビアを見てみろ。くびれもね、
腹筋もね、脇の下の肉がだるんだるん、クソデブじゃねえか、なんだこれおいって。これ合わないね。俺だけどその体が悪いと思わないから俺ピンとこないわ全然。ね。あ、ちなみに入ってる。入ってます。入ります。入ってます。あの京子ちゃん入ってますよ。いつの時のですか。いつ、うん、いつでもいいですよ。うん、いつでもいいですね。深田京子さんなら。どの作品でも。いつでもお待ちしてますよ。ラジオの三平。元柔道家の石井聡とかいうジャガイモ野郎が夫婦揃って行列のできる法律商談所に出演し、とんでもない性癖を告白してやがりました。10年間奥さんのファンで追っかけだったので、一緒に住むようになると反動が出てきて、奥さんがお風呂に入ってる時にパンツを毎日集めてました。自分のカンカンに入れて匂ってます。気持ち悪っ。てめえほぼゲスナーじゃねえか。俺もばあちゃんのパンティ匂ってみたことあるけどよ、クソみてえな匂いして鼻もげるかと思ったら一回でやめたわ。多分シンナーより体に悪いからほどほどにしとけよ。なんだこれおい。そうか、まあそういうのもデミ入れたいよね。俺もパンツをパンツを集めてって悶々としてるっていうのも入れときたいよね、データとして。うん、そんな悶々で苦しんだ後にやっぱりそのあれだもんね、うん、やっぱりそのデミムーアとそのセックスができたら、はい、やっぱ嬉しさ倍増だからね。そうですか、うん、自分のシチュエーションというか、うん、自分のこうちょっと振りじゃないですか。そう、そういうのもなんか安田さっきからなんか欲しくなってない。俺はね、あのね、沢尻ヘルターとかアンハサウェイプラダを着た悪魔ってメモってる自分が嫌だよね。やっとアシスタントらしくなってきたじゃねえか。ラジオネームバーギナーマイク。有吉さん、三代目ブスソウルシスターズこと道端三姉妹のやつらが本人たちのファッションや美容の秘訣を綴った道端三姉妹スタイルとかいう本を出版するらしく、末っ子のブスが見どころを語ってやがってました。ファッションもビューティーの方法も3人バラバラなんですよ。いろんな情報が3通り載っているので、そこでいろいろな私たちの新たな面を知れると思います。知りたかねえよそんなもん。日本生まれ日本育ちのくせによ、周りのガイタルに紛れて平気でタメ口聞くような激ブスの押し付けがましいアドバイスなんざ聞きたかねえんだよ。だいたい大和なでしこの美容バイブルはな、7年前伝説的に売れなかったノリカバディに決まってんだろ。お前の本を立ち読みしてやるから売れ残ったノリカバディ買ってこい。なんだこれおい。素晴らしいです。リカバディ。ラジオの三平。劣化版ピーターさんこと神田うのの野郎がなぜかコメンテーターを任されているノンストップで学生の就職活動に対する素晴らしい持論を展開してやがりました。100通も会社に送るなんて失礼ですよ。会社は本気度を試したいんです。結婚だって一人の人としかできないわけだから、一社だけ選んで送った方がいい。またてめえかクソババア。もうお前の悪口言うの飽きたわ。何回このコーナーに出てくんだよバカが。何も知らねえくせに耳障りなキンキンボイスでベラベラくっちゃべれやがってよ。言っとくけど、お前がこれまでにしてきた発言全部間違ってっからな。スタジオの片隅で汚ねえパンスと加えてもごもご言ってろ。なんだこれ。痛えなぁ。エンジェルあげときましょう。エンジェルあげちゃったよ。どうしようかな、こんぐらいしとくかな。ラジオの三平。クソジジイどものごちそうこと森崎由紀さんが男が元気になるビンビンレシピとセクシーグラビアを収録した DVD 付きレシピ写真集食と欲の発売イベントでこんなことを言ってやがりました。人間の三大欲求である食と欲で男性が元気になればという思いで作りました。写真を見て料理を食べて世の男性たちに元気になっていただきたいですね。見ねえは食わねえは立たねえ。どうせジジイしか買わねえんだからレシピとかいらねえんだよマジで。変なジジイがお前のグラビアで2、3回しこって終わりだよ。ババアしか買わねえ川越シェフの本と抱き合わせってな、巣鴨のエロ本屋に並べとけ。なんだこれおい。俺は森崎ゆきさん入ってます。入ってますか。何の作品。森崎ゆきさんがバニーガールのコスプレをした時のちょっと映像が頭に残ってます。残ってそれにしてください。もうすでに。とりあえずブレイク。
なんだこれおい。はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しております。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールでございます。ラジオの三平。被り物がよく似合う、ヤクミツルの野郎が、女性自身で、浅田真央ちゃんの今後についてペラペラくっちゃべってやがりました。彼女はチャラチャラした職業には向きませんよ。日本の顔として、日本の良さを伝えるような仕事をしてほしいです。あの顔立ちから一番適してるのは、舞妓さんでしょうね。うるせえ、ゴミ虫。相撲マニアのゴミ収集家がいちいちシャシャリ出てくんじゃねえよ。真央ちゃんの顔立ちは舞妓さんじゃなくて大仏さんだろ。伊藤みどりのレオタードでしこって寝ろ。なんだこれ、おい。ゴミ虫って、まあゴミ虫だもんね。だもんでじゃないよ。顔はね、ヤクさんの顔ってゴミ虫だ。顔そうだろ。あ、賢いからね、賢いから人間だけど、顔だけだったらゴミ虫だ。追い打ち、追い打ちかけるな。だってまずヤクさんがだって真央ちゃんの顔のこと言い始めたんだからね。これしょうがない。最初にね。うん。はいはい、しょうがない。ゴミ虫のみたいな顔してる。言われてもしょうがないってこと。人の顔のいいこと言い始めたんだから。うん。ラジオのペケミニ。はい。フェラーリ最高、イタリア料理最高、でも、お前最悪で、おなじみのベリッシモ・フランチェスコのパイパン好きのヘボ外人ですが、先週このコーナーでディスったことが耳に入ったのか、ツイッターで今度はこんなこと言ってました。ベリッシモの名言。愛のないセックスは虚しい行為だが、虚しい行為としてはなかなか悪くない。あれ、お前この前 AV 女優に千鶴みたいなセックスの暴露されてたけど、サルトルやプラトンにでもなりたかったのかな。たがってんじゃねえよ。愛情込めたセックスもできねえやつがな、何が料理研究家だ。ほんだれ、料理は愛情、これが日本のゴリラみたいな顔した料理研究家が言った名言。風俗の行き過ぎで素人相手でもセックスなど金払わないとやった気にならないんだよね。これが日本を代表する芸人有吉様が言った名言、この野郎。そうなんだ。そのハゲ散らかした頭の中に叩き込むが、くだらねえごたく並べるのもな、かったるいセックスするのもてめえの国に帰ってからやれ。なんだこれおい。久々に僕の自分の名言、自分で、ね、すごい人がこんないい発言したんだなと思って読み進めたら自分だったから、俺今感動したわ。自分で本当にこれ料理愛情はね、はい、神田川先生かな、結城先生かな、結城先生だね、料理の結城先生、はいはい、で風俗の行き過ぎで素人相手でもセックスなど金払わないとやった気にならないんだよね。これが俺。これが俺じゃない。かっこいいよ。かっこいいじゃないよ。あげとこう、かっこいいから。パン。ラジオネームジーザスアベレ有吉さん、超絶良心サイトことヤフー知恵袋にこんな質問がありました。質問、デンジャラスの安田さんについてここで質問しても全く回答してもらいません。なぜでしょうか。ベストアンサーに選ばれた回答、地味、興味がない、知らないという人が多いからです。おい、なんだこの質問。ベストアンサーが本質をつきすぎてて何も言えねえわ。安田についての質問に回答が来ない理由についての質問にはすぐ回答が来るって、これグーネでも出ねえな。わかったぞ。こんな自明な質問をするバカ、それは鍋プロの職員だな。アリさん、これ戦争の幕開けです。キャプテン安田の指揮のもと、ゲスナー軍で鍋プロに攻め込みましょう。俺は死んでも後悔しないよう今から風俗で童貞捨ててきます。なんだこれ、いきませんよ。まさか傷つけられると思わなかった。コーナーで傷つけられると思わなかったわ。ラジオの北京民、はい、有吉さん、翼の折れたエンジェルこと大島優子ちゃんが陰毛の生えたエンジェルこと小島春菜ちゃんと温泉旅行に行ったらしく、2人でお風呂に入ったことや岩盤浴に行ったことをブログで報告していました。もし俺が温泉の女将だったら、風呂の湯をペットボトルに詰めて売るのに、なんでここの女将はそれをやんねんだ、商売下手か。何でも金に換える神田うのの爪の赤煎じて飲みやがれ。で、俺には風呂の湯を飲ませろ、排水口に溜まった毛も食わせろ、ついでに岩盤浴の岩盤もベロベロ舐めさせろ。なんだこれおい。なんだこれマジでよ。トゥルセリフか。マジだよ、ほんとに。
ラジオネームミスタータタ、デリヘル体験記よりデリヘル利用者のコメント、タバコ臭い、携帯の音消しとけ、仕事中だろうが、雰囲気ゼロ、店のコメントも信憑性ゼロ、美人ではない、田舎のヤンキー、論外、ただの地雷、満足点10点、発射回数1回、デリ嬢のことボロクソ言っといて発射してんじゃねえかよなんだこれ、おい知ってんじゃねえ文句言っといてよくわかるな。俺もすげえ嫌だった女だなと思って、もボーイさんとかが駆け寄ってきて、アンケートお願いしますっつったら、ちょっとそこそこいい点つけてあげるもん次行った時その子になんか嫌な顔されるの嫌だ。なるほどね。何それ何それじゃん体験記でしょだからラジオの北別府、バカ兼バカドル兼バカ妻兼バカママ辻のぞみさんがブログで娘の新体操発表会を見に行った感想を書いてあがりました。私娘の演技の音楽がかかった瞬間に泣いてしまいました。演技関係ねえじゃねえかよそうやってお前みたいに何かにつけて感動感動言うバカ女ばっかだから、サムラゴーチみたいなペテン師に世の中ごと騙されるんだぞ。しかもなんだ、同じ記者にある同じ記事にある新体操クラブの集合写真、40人余りの子供たち全員目を線で隠してるじゃねえか心霊写真かと思って背筋凝ったわ。こんな写真ならなブログにあげるなその不自然なくらいでかい目ん玉から汚いよだれ垂らす前にな、薄っぺらい脳みそのフィルターで少しもの考えろ。今度はこんなしょうもないブログ書き上げたら、目には目を、はぁ、バカにはバカを、翔へと池谷幸雄で旦那ぶん殴らせに行くからな、覚悟しとけよ。なんだこれ、よく見てんな、あいつのブログを、お前は。ブログをね、チェックしてんだね。以上でございます。続いてはなんだこれおい、なんだこれおい、はい、うん、こちらなんだこれおいはですね、なんだこれおいと叫びたくなる、なんだこれおいが多いなお前、なんだこれおい叫びたくなる募集しております。文書の最後はなんだこれおいで締めるのがルールでございます。お願いします。ラジオネーム三平、一茶におっぱいを揉まれた可能性が非常に高い元 AKB の増田由香ちゃんがツイッターで吉典の方の小林は嫌だけど、カナの方の小林は面白くて好きと発言したことに対し、数時間後に謝罪をしてやがりました。ほんの少し面白く書こうとした言葉で皆さんに誤解を与えてしまいました。不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。は？何謝ってんだよ。相手はすみませんやん。おめでたまきんでおなじみのクソメガネジジイだぞ。不快どころか痛快だわ。もう一回ツイッター更新してな。小林の方の吉典はクソつまんないけど、モンタの方の吉典は歌がクソうめえって書いとけ。なんだこれおい。本当ですね。本当ですね。かわいそうよね。だって小林吉典さんは結構、まあそれ愛があるなんだかんだ言ってるのか知らないけど、でもこれは結構好き、愛の無知だっていう、はい、愛の無知だっていうことで好きかって書いておいて、この増田ゆかちゃんちょっとやったら謝んなきゃいけないんだよね。かわいそうにね。そうですね。かわいそうだよ、んなもん。どっちもダメだよ、そんなもん。知らないけど。小林吉典さんがどういうことなんだろうね。なんでこんな好きなんだろうね。ラジオね、パイプ。外見は良くても中身は腐ってるモデルがヤフオクにて東京ガールズコレクションチャリティーオークションをやっていました。気になった商品紹介したいと思います。商品、エリーローズ愛用ピアス、使用状態未使用。おい、これおかしくないか。未使用なのに愛用してんの？そんなことできるわけないだろ。このやり方汚いだろ。要はモデルの名前使って値段釣り上げてるだけだろ。チャリティーだから許すけど、エリーローズなんて知らねえぞ。もっと有名なモデルの名前使え。例えばリカコなんてどうだ。リカコ愛用尿漏れパッドなんて最高だろ。なんでこれ、おい、たけしさんじゃないんだからリカコなんてどうだじゃないんだでもすごいね、エリーローズ愛用ピアス未使用。未使用でね、めちゃくちゃですよこれね。めちゃくちゃ、いやーこれはダメだよ。なんか気をつけてよ。まあ、チャリティだから言うすけど、本当に。これチャリティじゃなかったらちょっと怪しいよ。気をつけてくださいよ。AM ラジオみたいになってるよ。AM ラジオで。ラジオの夜ぐらいの放送。有吉さん、
カナダの岸和田少年グレン隊ことジャスティン・ビーバーのクソガキ野郎の父親ジェレミーが息子がカナダに購入した豪邸に住み、毎月5万ドル、500万円ですね、うん、毎月5万ドルの小遣いをもらって生活していると報じられ話題となっています。長年のパートナーと破局したばかりというジェレミーはジャスティンが購入した豪邸に友人を招待し、アルコール漬けのパーティー生活を送っているそうです。おいジャスティン君、いやビーバー様、そのあり余るお金を僕にも少しだけ分けてくれないでしょうか。月100、いや30でもいいです。お金を少しでもいただけるのであれば、僕はあなたの靴でもケツの穴でも舐めますし、一緒に人様の家に生卵をぶつけるという上品な遊びにも参加させていただきますし、完全服従させていただきます。おい安田、お前も一緒に今から頭下げに行くぞ。なんだこれを言っすごい。いや、わかるね。わかんのかよ。いいよね。ラジオネームラクダ。でも、ジャスティン・ビーバーのに一生こき使われて、でも500万もらえるんだったら俺それでもいいな。いいのかよ。すげえ我慢するな。ラジオネームラクダ。有吉さん。素人ことマシンガンズ滝沢の出禁野郎が 6日発売の著書カゴメカゴメのインタビューで、物語の主人公が男性ストーカーであることからこんなことを言っていました。もし映画になったらストーカー役を有吉さんにやってもらいたい。被害者は吉高由里子さん。書いてる途中から吉高さんに会えるかもとテンションが上がりました。どこの口がほざいてんだ。仮に映画になったとしてもな、下半身丸出しのゲスナーで映画館踏み尽くしてな、放映中止してやるから待ってろ。それにな、有吉さんはストーカーになるまでもなく、吉高ちゃんぐらい物にできるんだよ。七尾ちゃんや夏目ちゃん、小千春ちゃんや安田かすみちゃんも、みんなすでに有吉さんのもんなんだぞ。かすみちゃんなんてな、有吉さんに近づきたくてデンジャラス安田とかいう知らないおっさんと結婚したんだぞ。ストーカー役はかすみちゃんで、被害者役が有吉さんの方がいいんじゃねえか。おい安田、きっかけはどうあれな、絶対に手放すんじゃねえぞ。幸せにしてやれ。なんだこれ、なんだよこれ。本当なんだこれ、おいだ。人の嫁混ぜて。俺安田さんの嫁のこと嫌いだから。向こう結構好きよ、なんか最近。いい人だねっつってて。ラジオネームワギナマイク。うん、有吉さん、いつものように森久美子の。いつものように森久美子のブログをチェックしてみたのですが、2日から4日にかけて更新された9件のブログには全て食べ物が登場しており、デブならではの食生活を披露してやりました。この期間ブログに登場した食事、フグの刺身、フグの白子、フグの串揚げ、キャビア、トリュフの串揚げ、ヒレカツ、ハンバーグ、エビフライ、すき焼き、チラシ寿司、かりんとうまんじゅう、カップケーキ、クロワッサン。おいデブ食いすぎだわ。こんだけのもん腹に食べ込んでな、ロングブレスダイエット批判するとかただのクレーマーじゃねえか。そもそも OL じゃねえんだから、わざわざ食ったもん写真撮ってニヤニヤしてブログに載っけてんじゃねえぞ。てめえにはな、健康のためにダイエットもしてほしいんだけどよ、もしそのおっぱいの谷間を維持できなかったら春日さんと暴動起こすから覚えとけ。なんだこれおいっていう、いつものようにチェックしてるって、これ上げときましょう。これからもチェックしてください、ね、そんなもんかな。もう一枚、ラジオネーム三編集かな。じゃあ我らが前田敦子さんが TBS のリーダーズというスペシャルドラマで超美形俳優えなりかずきさんの妻を演じたらしく、制作発表会見でこんなことを言っていました。今回えなりかずきさんと結婚させていただいたんですけども、かっこここで会場大爆笑、前田本人もつられて失笑、夫婦のシーンがなかったんで次はもうちょっと奥さんっぽい役をやりたいと思います。てめえら何笑ってんだ。名前出しただけで爆笑してんじゃねえぞこの野郎。確かにえなりさんはわらじ側のクソ気持ちより座敷わらしだよ。ダサいポロシャツしか持ってねえ童貞のタックイン野郎だけどよ、こういう場所では素敵な旦那さんでしたとか言うんだよバカが。えなりの親に謝れ。なんだこれお前が失礼だよ。あげとく以上。続いてはなんでこれおい、はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しております。文章の最後はなんだこれおいで締めるのが、ルールです。ラジオの三平、有吉さん、三又又蔵のバカがツイッターでカッコつけてます。思春期に夢中になってたことが人生を決めるよ。オンタイムでビートたけしのオールナイトニッポン、ザ・ルースターズ、セックスピストルズ、19歳で黒船松本人志、
あ、うるせえてめえが誰に影響受けたなんか知らねえしよ。ビッグネーム並べりゃてめえの株が上がると思ったら大間違いだぞ、このうんこ野郎。面も芸風も精神性も全部ひっくるめてクソ気持ち悪いな。サンドリに来て有吉さんに鼻ぶん殴られて帰れ。なんだこれ、おい。全面的に賛成だね。あんなクズ人間いないよ、ほんとに。人のふんどしでしか飯食ってないからね。あいつのこと面白いなってこと思ったこと一回もないよ、俺。ほんとに。二股股ぞだけは、ほんとに。飯をおごってやるっつって、恵比寿連れて行かれて、深夜夜中に。出てきたの、お前、なんかあれだよ、なんかパテ。パテだけ。パテだけ。パテだけだよ、もう、パテだけ。深夜に。ほんで、あれだ、パテ、食った後、風俗連れてってやるっつって。結局、朝方、あの、早朝ソープが開くまで、ずーっと一緒にいらされられて、いざ店、ソープだ、ソープだって言ってるのに連れてったら、ヘルスだよ、バカ野郎。いやっさい、早朝ヘルス。さあ、一応怒ってくれた。俺は怒ってんだから、三股又蔵には。なんかさ、前にさ、言ってなかった、このラジオに、ああ俺がいる時の間に呼び出して、ああなんか幸運でもやってやると思ったけど、それじゃああいつの思うツボだから。ああもうテレビでも何回もやってるけどね、こうやってこの、ね、この本当に人のふんどしで仕事してんじゃねえっつって何回も喧嘩してるけど、ね、まあ懲りないね、このクソイジよ本当に。いやこれ本当に仲がいいから言えるみたいなパターンあるでしょ、はい、上島さんとか、はい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 、ダチョウ倶楽部とか出川さんとか、はい、そうじゃない、はい、本当に嫌いだから見またまたぞだけ本当に。もう一回ほんと髪伸ばせさせて、ほんとに髪の毛あれだよ、後ろから引っ張ってドブに突き落としてやれてよ、ほんとに。何やったんだよそれ、個人的な恨みじゃねえかもう。そんなないんだよ。ないでしょ、そんなあの人ね、いろいろやってるよね。でもあの人も ね、なんでこんなにでもいろんな人と会うかね、ほんとね。たけし、まあたけしさんは、まあ弟子入りじゃないけどね、まあ面倒見てもらってるか分かるけど、松本さんとかも気に入ったりね、みんなね。不思議だよね。まあああいう人たちにとってはいいんだろうね、ちょうどね、あれぐらいのなんか失礼な男がちょうど心地いいのかもしれませんね。まあ僕ら後輩にとってみたら、あんなクズ人間いないと思ってるんですよ。ラジオ、あげとこう、これ。ラジオの北別府。生粋の若手実力派女優、黒木華さんが、世界的権威ある賞、銀熊賞を受賞した後、こんな発言をしていました。型にはまりたくないので、いろんな役にチャレンジしたい。必要であれば、濡れ場でも。おい、寺島人生、お前には一言だけ。ブスは脱ぐな。服を着ろ。こちらの需要も考えず脱ぎまくるストリッパーは、寺島忍一人で十分なんだよ。そして、佐々木希、長澤まさみ、石原さとみ、おっぱいが垂れ始める前に早く脱げ俺のおかずになってくれ。所属事務所の皆さん、そこんとこ一つお願いします。なんだこれ、かっこつけんじゃねえよバカが。これも全面的に賛成だろ。ラジオネームペケミニ、はい、世界最大級のペニスを持ち包茎会、久々だなこれ。この番組ではおなじみの人がの話です。世界最大級のペニスを持ち、包茎界の太陽様でもあられるジョナ・ファルコン師匠が、以前からちょくちょくとツイッターでアイコンがイケメンの男性たちに対し、おーユーキュートとリップを送っていたので、おかしいなぁと思い、ジョナ・ファルコン師匠のことを調べてみたら、以前ファルコン師匠は自分がバリバリのゲイであると告白していました。おい太田プロ、今すぐファルコン師匠5人目の芸能人として事務所にスカウトしろ。ファルコン師匠なら包皮でドアノブも包めるし、熱湯風呂だって押すなよ、絶対に押すなよって言いながら、すでにチンコがお湯に浸かってるというギャグも持ってるから、テレビに引っ張りだこになるのは目に見えてるだろう。よれよれのお絵描きしてガリガリに痩せこけた鶴太郎なんかとっとと首にして、ゴリゴリのバイセクシャルのファルコン師匠を太田風呂に入れんかい。なんだこれおい。ジョナ・ファルコン師匠は世界最大級のペニスを持ってるのに包茎なんです。そうなんですか。イコールチンコの皮の長さも世界一という。おいちょっとこれでもペケミニさんね、ここはちょっと注意だよ、うん、ヨレヨレのお絵描きをしてガリガリに痩せこけた鶴太郎、サンつけろ。サンだけじゃねえわ。それだけじゃねえわ。
ラジオネーム全体的にダメだ。レッツゴーマンミキ G メン、はい、ウーマンオンザプラネット有吉の新パートナーは大島優子、うん、私はこのニュースを見て有吉弘行の恐るべき計画、大島優子とセックスしたいしたい大作戦に気づいてしまいました。まず第一に、降板した MC が森三中の大島美幸であること。2年前のウーマンオンザプラネット開始時、共演するなら誰がいいかをスタッフから聞かれた有吉は、大島優子のつもりで MC は大島で頼むぜとでも言ったのでしょう。しかしバカなスタッフが勘違いをし、森三中の大島美幸をキャスティングしてしまった。それから2年という時間をかけて大島美幸を交番に追い込んだ有吉、さぞや怒り心頭だったことでしょう。このバカなスタッフはすでに有吉によって殺害されているはず。第2に、先週有吉は大島優子を優子と呼び捨てにするファンに対して信じられないほど激高していた。有吉の中に優子を呼び捨てにしていいのは俺だけだという歪んだ思いがあったのでしょう。おそらくあのツイッターアカウントは個人情報を特定され、すでに有吉によって殺害されているはずです。ここまで聞いてもまだ信じられないという方々、どうか思い出してほしい。昨年の太田プロ総選挙、長年センターを務めた上島竜兵を陥落させた疑惑の第一位は誰でしたか。そう、大島優子です。なんだこれ、おいつけてこい。あんのか、あ、まだあんのか。長っ。有吉さん、すべての状況証拠があなたを黒だと言っています。大好きな大島優子に直接気持ちを伝えられず、回りくどいことばかりして、さらには殺人まで犯してしまう有吉さん、これが結婚のできない40手前の素人童貞の行き着く先なのですか。私は溢れ出る涙を拭いながら、この事実を実はナックル編集部に持ち込みたいと思います。有吉弘行、なんだこれを言って。そうなんですよ、大島優子と番組始めました。あ、変わったんですね、うんうん、だけどちょっとこれだけは注意しときたい、うん、大島優子とセックスしたいしたい大作戦、こんな作戦はないですよ、うん、僕がセックスをしたい女性はただ一人です、うん、あ、ただ一人じゃないな、うん、実は、うん、32名ぐらいいます。言いますね。木下ゆきな。おお、木下ゆきな。そうね。藤原紀香。藤原紀香。そうね。誰がいいかな。あの人。誰だっけ、あの人の奥さん、あの人の奥さん誰だっけ。これあれでしょ、足立由美とか。あ、足立由美、足立由美入るでしょ、うん、足立由美入るでしょ、うん、あと大竹しのぶさん、あと、誰だっけな、安田成美さん。これ芸人の嫁ばっかり。続いて、なんだこれおい、はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールでございます。ラジオネームペケミニ、共に歩かない、共に探さない、共に笑わない、共に誓わないでおなじみの陣内智則さんですが、先月放送された共に歩かない、共に探さない、共に笑わない、共に誓わないでおなじみの陣内智則さんですが、先月放送されたオールスター感謝祭の自宅芸能人の自宅覗き見クイズで、陣内さんのお宅が抜き打ちで映し出されました。その後キッチンの上に置いてあったテンガも映ってしまい、これに気づいたネット住民たちがこのテンガについて調べたところ、フリップホールという洗って繰り返し使えるテンガということが発覚。キッチンに置かれていることからネット上では、陣内はこのテンガを洗って繰り返し使っているはずだと話題になってました。お前タイガー打つか、あんだけ浮気しといてテンガにも繰り返しチンコ突っ込んでるのかと思うと怖すぎてただただ引くわ。わかるよわかる、それは芸人だから女遊びもな、芸の肥やしだよ。でもお前の場合その性欲が化け物すぎて肥やしが全然追いついてねえんだよ。頼む、一応お笑いファンとして言わせてくれ、
お願いだから一回ちゃんとしたカウンセリングを受けてきてくれ。それかペレさんの爪の赤煎じて飲みまくってくれよ。それができなきゃもうチンコ切れ。三分の一の純情な感情のカバーで、人の三倍の貪欲な性欲って歌出せ。なんだこれおい。何これ。まあね。天が見ました、うん、俺も。まあそう。なんかさ、うん、ああいうのってさ、うん、まあみんな気づくじゃん。うん。でもさ、うん、こういう風にさ、ネット住民、うん、はい。でさ、それすげえ言わない？俺が見つけたみたいに。だから、うん、なんかツッコミ合いですよね、うん、ツッコミを探すというか。うん、だからさ、って思うよね、別に。なんか冷めてこない。ただ、うん、洗った天下を、うん、台所の水回りにあったのは結構びっくりしましたね。ああ、そう。だから洗面台の方にあればって感じしません？どうですか？俺別にその辺気にしないな。だって浅香光代がやっぱり、風呂場に焼きそば置いてる方が衝撃的だったよ。浅香水のママが風呂の脱衣所に電子レンジ置いてあって、その中に焼きそば入ってんね。風呂上がってすぐ焼きそば食いてたらママ。おっかねえ。そっちの方がおっかねえよ俺。おっかねえ話だよ。なんすかその怪談話。おっかねえ。風呂上がりにあんなバサバサした。ラジオネーム三平。おっかねえな。日本一のお笑い通であり、日本唯一のお笑いターでもあるラリー遠田さんが、ツイッターでバカリズムを、ツイッターで、バカリズムをマソノさんと呼ぶ人のお笑い通ぶってる感は、ふっと岩をのんちゃんと呼ぶ人のお笑い通ぶってる感に等しいとつぶやき、マソノさん本人からこんなこと言われてました。僕はバカリズムのマソノ秀友です。番組によっては普通にマソノと呼ばれています。どちらで呼ばれても構いません。どんまいどんまい。水道橋博士にもこいつの評論は最悪ってディスられてたけど、どんまい。応援はしてねえけど、また明日から頑張っていこう。どんまいラリー。なんだこれおい。いや、俺結構面識あるんですよ。あ、そう。結構ね、うん、若手のテレビに出てない若手とかを毎回二組ぐらい呼んで、トークライブとかやるんですよ。へえ。で、僕ら太田プロに対応。昔でいう石田ちゃん祭りの石田さんだな。あ、だからその、あと西条さんとか、そういう感じの人なんですけど。うんうんうん、じゃああんまり好かれてないかもな。ただ、うん、お笑いのこと言うって大変ですよね。うん。こう、自分が、うんうんうん、っていうのが付きまといません？まあそうだ ね。じゃあお前がやってみるは付きまとうよね。うんうん、なんか、賞レースとかの審査員でも、うん、それをもう、押し、こう、込める人しかやっぱり、なんかこう、入ってこない。いや、だからもうそんなの聞かないの一番よ。うん、何言ってんだってこと。うんうん、もうそんなもん、やっぱ俺、やっぱ自分の思い、やっぱ自分のことはもう、神棚にあげるぐらい棚にあげた方がいいんだよ、自分のことなんて。叩くぐらい。じゃないと人のことなんて言えねえもん。まあまあまあ、そうですね。何にも偉いじゃん、もう。何にも偉くなるよ、うんうん。野球選手のことはもう野球選手しか言っちゃいけないってなるし。ってなっちゃいますね。お笑い芸人のことはお笑い芸人しか言っちゃいけないのかとか。うん、もう全部そういう政治のことはじゃあもう政治家しか言っちゃいけないのか違うだろ。そっか。国民が言うんだろ政治家以外の。お前政治やったことねえのに政治のことを言うんじゃねえなって言うか、はい、言わないです、はい。いいんだ、だから別に誰が何言おうと経験がなかろうとバカだな、にしよれや、お前は。俺ですか？いや、そうですね。でも野球の例えはピンときました。そうだそうですね。だから別に、だからといってこの人のことを肩持ってるわけじゃないよ。これは変な、うん、ダサい言い方してるから。これも違うも違うよ。はい、はい。マスロに怒られてんじゃねえ。怒られた。このマズロに思いっきり怒られて反応したのかな、ほんですいませんとかごめんなさいとかお恥ずかしいとか笑いで返したのかな。いや笑いで返してないんだったら笑いのことあんま言うなよバカ。どっちですか。いやどっちですか。いやわそれぐらい芸人やってなくてもお笑いのことをやったことあろうとやったことなかろうと、これマズロがこれだけやってんだからちゃんとお笑いで返さないと。だそこはまた評論と違うってことなんじゃないですか。例えばこれダメだよこれ、どっちにしろ。うーんで一番ダメだよ二勝だやっぱり。なんでですか。ええじゃないっすよ。俺が言ったんじゃないっすよ。だってお前、うん、俺女の子ちゃん期待してんだから。何あと 10分15分待てないっすか。違う時計見ながらやってんだぞお前。大きくしてないだろうな、大丈夫だな。大丈夫だな。大きくしてないだろうね、どういうことだお前。そんな持続力ねえわ。とっくにしぼんじまったよ。大きくしてたのによ。何衰えをカミングアウトしてんの。知らないよ。二十歳だったらなんじゃないんですよ。ダヒ、はいはい、有吉さん、うん、新潟県三条市の30の小中学校で牛乳は和食と合わないという理由で給食で牛乳を出すのを試験的にやめるとのことです、うん、おいマジかよ、うん、中学時代牛乳飲んでる女を見てチンコ触ったのゲスナーなら当たり前だよな。
和食に合わないのは知らないけど、女の口の周りと牛乳はどう考えても合うだろう。新潟の教職員、全面的に対抗しろ。そして給食の、いや、本当のおかずを守り抜け。なんだこれ。わかるね。これでも、そうですね。確かに合わなかったですね。合わないけどやっぱ見たいよ、うん、女のやっぱりちょっとネチャネチャして口の中。嘘だろ。ラジオネームレッツゴー万引き G の中見たいですか。4月3日の有吉さんのツイート、うん、危うく車に轢かれそうになった、うん、激しい急ブレーキの音が深夜の住宅街に鳴り響き、その後流れる静寂、俺が発した言葉はこらこら、うん、もう千人の息に近いな。僕はこのツイートを見て恐怖に震えました、うん、最近の有吉さんはサンドリのおかげで大学に合格したというリスナーにブチ切れ、サンドリのおかげで公務員になれたというリスナーにブチ切れ、合格の報告している人たちに合格できたのは自分の頑張りのおかげでしょと言ってきたリスナーには二度とメールをしてくるんじゃねえとブチ切れていました。まさに怒りの魔人鬼よし。そんなあなたが千人に近い有吉さんは忙しすぎて多重人格になったのですか。本当の有吉さんは一体どこにいるのですか。僕らの大好きだった普通の有吉さん、どうか早く帰ってきてください。なんだこれおい。あのな、うるせえぞ本当に。何がレッツゴー万引き G メンだ。お前万引きをな助長させるようななラジオネームしてんじゃねえよバカ野郎本当に。終わり。続いてはなんだこれおい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールでございます。この前そういうのさ、うん、またネットで来ててさ、うん、ツイッターで、うん、この前進撃の巨人のことさ言ったらさ、すっげえ怒ってんだって。嘘。怒ってる。なんかだってむしろ肯定したんでしょあの時。言い方気に入らないんだろうな。だから嘘。だからさ、このラジオのこのテンションだとあんな感じだろ。うん。だからそれを誰かが文章にするだろ。うん。で文章を読むとそれで誰かカリカリしちゃうんだろうな、うん、なんで全く、だって全く言ってないですよね。だから言いたいんだよ。だから言いたい人なんだよ。だから何かを、うん、やっぱり人間っていうのはやっぱ議論したいんだろうな。なんか、うん、高尚な感じで言いますけど。でもね、字になるとニュアンスは伝わんないんですよね、うん、まあ伝わんない。そんなことよく分かってやってるから平気なんだよ。だから加山雄三さんのことも興味ないって言っちゃうしね。本当は興味あるね。文章になったら大変だぜ。有吉加山雄三興味ねえ。俺にとっての若大将じゃねえ。結構なニュースになる。いやいや、いい意味で言ってますから ね。怖いな、それすごい。怖かねえよ。何が怖いんだよお前。いや怖くないっすよ。何が怖いんだよそれの。いやいや、その意味を湾曲して捉えられるってことがですよ。ああ、いや、そんなのこんな仕事やってたら当然のことだよ。ね、急に、はい。そうですね。うん、そうですね。うん、怖くない、怖いものがないですよね。怖いものないのか、お前。俺はね、お茶とお金が怖い。ちょっと用意しないでくれよ。おいおい。おい、ちょっとお茶とお金が怖いからっつって今用意しないでくれよ。おいおい。何急につまんねえこと言ってんすか。まんじゅう怖いみたいな。ラジオネームラッパーザキバチョフ、ミュージシャン苦笑いでおなじみのナオト・インティ・ライミさんがワールドカップの日本版アンセムを担当してこんなことを言っていました。まだ選手としてのサプライズ招集は諦めてないです。ザクさん見てますか。は歌もクソ顔もクソな上にジョークもクソだな。見た目もチャラい格好して真面目さのかけらもないお前みたいなのは俺の尊敬するえなりかずきさんを見習え。2014年だっていうのに昭和初期のガキみたいなクソダサいゴブ狩りにクソ汚いポロシャツ着てクソ汚いズボンにちゃんと服をインしてんだよ。汚い川の石みたいな顔したえなりかずきさんの格好して橋田須賀子の前で歌ってろ。なんだこれおい。よくわからないですけどね。よくわからないですけども、むちゃくちゃ言うなみんな。ラジオネームパイロット。ソチオリンピックメダリストの笠井紀明選手が結婚していたことが明らかになりました、うんうん、男子個人ノーマルヒルで銀メダルを獲得した夜にプロポーズをしていたそうです、うん、おい笠井ふざけんな。お前童貞じゃなかったのか。AV 男優みたいな見た目で童貞だったから俺はなお前を応援してたんだぞ。それをなんだあっさり裏切りやがって。お前から童貞取ったらスキーしか残らんのだぞ。それでもいいのか。
雪の中に頭突っ込んで考え直せ。なんだこれおい。なんで幸せな結婚を羨む。なんか AV 男優って加藤隆さんの そのイメージだけですよね。ラジオのケツ出しエッフェルト、腕毛ふさふさこと三谷幸喜のやりちん野郎が52歳にして初めてパパになるそうです。19歳年下の33歳の夫人が6月に出産予定で、そのことをわざわざ発表してやがりました。おい俳優使って変なことやらせてよ。笑い誘って映画の内容のなさごまかしてるエセ一流監督さんよ、教えてくれよ。映画なんかどうでもいいから、どうやったら伊藤聖子がストレス太りしたみたいな気持ち悪いおっさんが19歳年下とやれるんだよ。俺童貞で困ってっからさ、金持ってるからって理由以外に秘訣あったら教えてくれよ。金以外にあったらな。そうそう、その夫人は美人かブスか今伝えに言うからさ、ブスだったらお前の映画借りてやる。もし美人だったらお前のくだらねえ映画棚を移動してな、ショーシャンクの空にとゴッドファーザーで挟んで晒し物してやるから覚悟しとけよ。なんだこれおいて、なんでそんなことすんだよ。ひどい晒し方だ。映画に挟んで。ラジオネームたまたま進歩、タレントの有吉弘行が9日都内で行われた日霊本格焼きおにぎり新 CM 発表会に出席し、プライベートで浮いた話や出会いがないことや最近自炊をしていること、また出会いのためにファンに手を出したらとの報道陣からの問いに、自分にファンがいるのかどうかわからないなどと話していました。ヤフーコメントの反応、俺は好きだぞかっこそう思う3324件、ファンは存在するそう思う2675件、あなたは実直そうでコメントもウィットに飛んでいて MC に最適な人材だと思います。何よりどうしたら番組を面白くできるか常に視聴者目線で考えている気がします。そう思う960件、自炊してるってところに好感が持てるかっこ笑い、そう思う859件、おい騙されんなヤフコメ。こいつは共演してる夏目ちゃんや翔のアナやはたまた AKB のこじはるまで食い散らかすやりちん風俗おにぎりなんだよ。出会いがないっていうのはな、ただ共演者キラーのカモフラージュなんだよ。有吉大先生はいつかこじはるの陰謀をゲスラーにプレゼントしてくれる。そう思う一件。なんだこれ、何これ検証しなさいよ本当に。面白い。そうそう、自炊で上がるのは、これの記者会見やってる時にさ、はい、まあずっとまあ普通のまあ話してんだけどさ、なんかさずっと基本2人の人がずっと俺に話、うん、代表で話聞いてくるの、うん、あゆさん、はい、今日の CM どうでしたか、うん、とか言って、うん、さずっとやってたらさ、なんかさちょっと3人目奥の方に3人目ぐらいの人がいてさ、ずっとなんかさ緊張した顔してんのよ、うんうんうん、なんか変な人だなと思ってさ、うん、急にナイフで刺してくんじゃねえかなと思ってちょっと注意はしてたのよ。傍観だったらいけないから突っ込んできてね、さあさあ急に思い立ったかのようにさ、うん、あー有吉さん、おお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 あ、そうですね、坂上さん別に嫌いじゃないですねとかさ、おぼかたさん、いや記者会見見てないんですよねまだとかってさらっと流してたらなんかちょっと怒った顔してた、つまんねえなみたいな。おこそこは言わないよ別に、俺和田アッコさんじゃないんだからさ。あーおぼかたな、うちはな、ようわからんけどもって言わないだろ俺別に。ご意見番だ、ご意見番じゃないんだから。そうですね、そしたらなんか毒舌封印みたいなさ、違う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 、ごめんなさい以上こんな、なんだこれを、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールでございます。はい、はい、いきます。ラジオネーム三平、マイケル富岡のデカチンポ野郎がマイケル J フォックスショーという海外ドラマの試写会でお得意のモテモテエピソードを披露してやがりました。今付き合ってる女性は全部で12人います。去年3人卒業してまた新しいメンバーが入りました。おい富岡、お前のこと嫌いじゃねえから一応忠告しとくぞ。
お前よ、マイケルつながりでイベントにシャシャリ出てくんのは別にいいけどよ、うん、そのやりちんエピソード10回以上聞いたことあるし、鉄板だと思ってるのお前だけなんだけど、その辺わかってる？このまんまだと52歳のくせにギャローみたいなセックスしてるガングロのバカっていうイメージ定着しちゃうけど大丈夫？あとお前自分が思ってるほど人気ねえからな、お前みたいな恋顔全然流行ってねえからな、これからその辺のこと踏まえてイベント出るよな。よし、もう帰っていいぞ。あ、なんでこれ、おい。まあこの人とかもう人気とかそんな関係ないんだよ、ね、どっかもうなんかの副業やってんだよこういう人たちは。うーん、そっちがしっかりしてんだよ絶対。だからもう芸能界で何言われると関係ないんだよこういう人たちは。逆に芸能界の方が宣伝になってるみたいな。そういうこと、そういうこと、そういうことなんだよな。三平いいな、行くぞ。かっこいい。何気ですよ。ラジオネーム需要もないのに勝手に供給。有吉さん、3Kの一つである安田 K ちゃんがビブスコン再会娘の婚活物語という本の発売イベントに登場し、私のようなブスでも結婚できた、日本人でもトップ10に入るくらいブスだと言われてきたなどと、本物のブスの金銭にいちいち触れる自虐コメントを残し、日本中のブスおよび婚活中のブス全員の気持ちをなんだかシュンとさせてやがりました。おいブス、そんなことないよって言われたいだけだろブス。ブスがブスに気使わせやがってこの野郎、本当にブスの自覚あるならな、もう一回整形しろ。もう一回もう一回顔面崩壊するぐらい整形して、顔面崩壊して、私ってブスですよねって言って、そうねって言われてろ。なんだこれ、おいどうしたんだよ。ラジオの希望の船、有吉さん、福井県鯖江市の野郎が、この4月から議員が全員女子高生という JK 化なる部署を設置したそうです、うん、現在すでに十数人の現役 JK が参加しており、彼女らはボランティアとして今後商品開発やイベント企画、スマホアプリの制作などをする予定だそうです。おい鯖江市、高校生ではなくあえて女子高生限定にしたってことは、当然女子高生にしかできないことをやるって意味だよな。女子高生にしかできない商品開発ってあれか、脱ぎたての体操服や靴下、制服の切れ端とかを販売ってことでいいのか。イベントって握手会とか膝枕してもらったり生足で踏んでもらったりできるイベントってことだよな。俺ら善良な市民が女子高生に臨むっていうのはこういうことだから、そこのとこよろしくな。これらが実現するなら俺は今すぐ鯖江市に移住する。俺は毎日暇だから街中のドブさらいでも何でもやる。覚悟して待ってろ鯖江市。なんだよこれ。すごいな JK 化。結構商品開発とかあったけどね、うん、昔からね。そうですね、昔なんかね、その商品をモニタリングで ねよくやらせてました、ね、すごいな。思い切ったらこれ批判もありそうだけど、よくやったね、偉いね。でもアプリが確かに女子高生の方が、ね、の方がいいからね。やっぱゆるキャラとかもやっぱ最初どっかでやってこういうになっていく、うん、これも勇気持ってやって偉いよ福井県、うん、後から追いかけてくるダメだよこれ。 JC 化とかで女子中学生化なんて作ったらもうめちゃくちゃだと思っちゃってただのまだ思春期でさあれが嫌だこれが嫌だダメだ全然決まるし、ね、ラストかな、うん、ラジオの北別府、うん、有吉さん、豚面ペテン師ことスピリチュアル女子大生知恵のツイッターにこんなことが書かれていました。やばいやばいやばい、水曜日のトークライブ神社の会すっごく面白くなりそう。神社&スピ好きの皆さん楽しみにしていてくださいね。かっこ今回のイベントのチケット完売いたしました。嘘だろ、太田プロのクソ芸人がライブチケットダブつかせてヒーヒー言ってるこのご時世、どうして世間知らずで大した話術も面白みもない話を平面こいてニタニタくっちゃべる豚のトークライブが人気なんだよ。世の中おかしいよ。この意見に同調したギスナーのみんな、そして知恵に騙されている人々、こいつのトークライブ行くくらいなら月1回開催の太田プロライブ月わらに足を運んでやってくれ。アルコ&ピーストップリールドら実力派の面白いネタで笑うもよし、マシンガンズ新宿カーボーイらゴミクズアシスタント連中が必死こいて滑ってる姿を見て嘲笑いに行くもよし、とにかく2000円の元が取れる素晴らしいライブのはずだ。さあみんな今すぐチケットビルに問い合わせをしよう。新宿明治生命ホールで待ってるぞ。ま、各位俺は一度も行ったことがないんだけどね。なんだこれおい。以上です。続いてコーナー、なんだこれおい、はい、このコーナーはなんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールでございます。このラジオ、まあ、2時間いつもなんだこれおいなんですけど、そうですね、全体がなんだこれおいですよね。すごいな。ラジオネーム三平、
大人気番組バイキングで号泣した小林真也さんがブログに応援コメントをくれた読者たちを心の友扱いした挙句、うん、トゥーマッチな感想を述べてやがりました、うん、トゥーマッチな感謝を述べてやがりました、うんうん、一人一人のメッセージが私の心に寄り添ってくださり涙が溢れました、うん、親友心の友会心の友と書いて、うん、親友がいてよかったこのブログがあってよかったもう泣きませんこんなに思ってくださる方々が私にはいるから愛に溢れているから今こうしてつながることができたことにありがとう引くわなんだこいつたかがブログだろ暇な読者からのコメントだろいちいち真に受けてロマンチックなブスみてえな文章書くんじゃねえよバカが芸能人のブログにコメントするやつなんてな俺みてえなゲス野郎か暇を持て余したクソババアの2種類しかいねえんだよ心の友でもなけりゃ親友でもねただのカスだ二度と感謝なくすんなよなんだこれおい誰を非難してんだか分かんない全般でしょうねブログというもの全般に苦言を呈してくれてます ね, すねなんか自慢に聞こえるってことで炎上さんとね、うん、そうなんだ、はい、なんかさいや別にいいんだよ、うん、どうでもいいんだけどさ、うん、なんかなんだかなんだか自慢っぽいわとかさ、うん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 、なんかあるじゃんなんかその木下ゆきなの子育てに物申すみたいな、うんうん、物申すところもそれは、うん、あすごいねすごいなんか一言言いたいんじゃないですかみんな、うん、だからさもうなんか、うん、これニュースで飛び込んでよく来るけどさ、うん、俺らには全く関係ねえ話だなあのブログやってるやつのブログが炎上しようがママタレが、はい、ママタレの飯の食い方が汚えって誰がババア同士が喧嘩してるようがう、ね、俺らには全く関係ない話だ本当に関係ないっすねもう本当にもう会話にも出てこないしな出てこないなんかニュースでやっててもスーッと流れていくよないやでもなんかブログでなんか発表しましたって何にも入ってこないな入ってこない誰がやってたんだもんいやだからその中だけでやってるんですよ、ね、そうだよな本当になんか弁当が汚いだとかってすぐ言うじゃないですか、うん、言うな全然関係ない確かにねあれすごいと思うよなんかだってさ、うん、なんかブログの上位の人のランキングってさ、うん、なんでこいつってやつ多いじゃん多いうん、全く関係ないなあれもうあの世界があるなあいつはブログで上の方のやつらがテレビ出たって視聴率が良くなるなんてこともないしさ、うんうんうん、なんか特に人気もねえじゃんなんかのランキングで入ってくるってこともねえじゃん、うんそうですね、もうブログの世界だけな専門職みたいな、ね、なそこでやっぱりずーっと怒ってるやついるしさ、うん、ずーっとそいつ応援してるやついるしさでもそうテレビとかの露出と比例してないです、うん、してないなランキングって本当に、うん、いやびっくりするわまあでも関係ねえ俺関係ない話関係ねえ関係ねえマックス関係ねえありがとうございますマックスめんどくせえですよやだ有吉くん何なんだお前気持ち悪いの赤羽沙和子さんいやいや赤羽沙和子さんのモノマネ先週ほど何にもピンときてないよそうですね大方さんみたいにはいや先週ができすぎですよ、まあれはね大丈夫チェーンギャング、うん、時にはパイパン時には剛毛その実態は全人類の嫌われ者こと道端ジェシカさんが都内で行われた本の刊行記念発表会に出席し記者からの結婚絡みの質問は全てシャットアウトコメントもプライベートなことなのでと終始口数は少なかったようです、うんうん、お前さ、うん女性人気も男性人気もないこと自覚してねえの質問してきた記者の方たちもお前のプライベートなんて 100% 興味ねえよ多分だけどアンジェリカともう一人のやつも興味ねえよかわいそうだな俺と一緒だな俺も彼女いない歴イコール年齢弟からはゴミクズ扱い誰からも相手にされてねえんだよジェシカ先輩一緒にゲスなやろうよこっちの世界楽しいよなんだこれおいというジェシカはまだあれなんじゃないか、うん、人気なんじゃなかった知らねえけどジェシカがあの俺は応援してねえ俺は応援してねえけどな、うん、あ道端三姉妹も関係ない話ですね道端三姉妹と亀田三姉妹、うん、亀田三姉妹ってなんだおい亀田三姉妹ブスそうだな強そうだけど強いだろうな柔道にいそうだよな亀田三姉妹ラジオネームラクダ有吉さん
公園に面したオープンテラスでカプチーノを飲みながら日刊現代を熟読するというおしゃれな日課の最中、とある記事の中で気になる芸能界の組織を見つけました、うん、その名も神田うの率いるうの会、ご存知でしたか？あのおしゃれな神田うのさんが普段どのような方と飲んでいらっしゃるのか気になったので軽い気持ちで調べてみました、うん、するとメンバー数人の名前を見ていただけでなぜだか気持ち悪くなってきました。1人目、うん、もう片方のパチンコの嫁伊藤美咲、2人目ゼニゲバサゲマン女中西モナ、3人目入札してほしいのでおなじみ星野秋、4人目みそのから謙虚さを取ったらこんな感じ高田久美。おい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 、一体どうなったんだ、嫌われ者ばっかじゃねえか。これ絶対わざと選んで集めてきたな。そうでもなけりゃこんな銀河系軍団的な揃い方しないだろう。宇野会が嫌われ界のレアルマドリーだとしたらこの間の好感度低い芸人なんてアルシンドのサッカー教室レベルじゃねえのか。この見つけちゃって気持ち悪いんだけどでも嬉しい感じ、何か似てるなと思ったらあれだわ、ゴキブリの巣見つけた感覚に近いわ。もうさ、青山一帯でバルさん焚いてやるからな。翌朝、宇野会メンバー全員仰向けで手足だけ動かしてる状態で発見されろ。なんだこれ、おいっていう。心温まるおメールでした。ほっとした。してない、してない。一旦ブレイク。続いてなんだこれおい、はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールです、うん、ラジオの希望の船、いつものようにネットでおしゃれに関する情報を検索しているとこんな記事を発見しました。ファッションブランド GU 夏に向けて今話題のファッショニスタたちが T シャツを紹介する特設ページを公式サイト内に開設、うん、特設ページには雑誌ヌメロ東京からブロガーたちがエントリー、うん、ニューヨーク生まれ LA 育ちで世界中にファンを持つキベルマヤ、ウェブで独自の可愛い情報を発信し様々なブランドのプロジェクトに参加する松優、撮影した画像を共有する SNS インスタグラム界のアイドルメグベイビー。誰だてめえら、ぬるぬる東京だかシェケナベイビーだかなんだか知らないけどな、ブログだのなんかインスタラグラムだのどんどん多様化してきやがってよ、攻めるポイントが絞りにくいんだよ、陰口叩く方の身にもなれや、このインターネット中毒者ども。俺みてえな悪臭ゴミ虫メンズはな、脱がせねえ女の名前は覚えられないから今すぐてめえらのおっぱいインスタグラムをネット上に放り出せ。なんだこれおい。熱が、はい、いやー頭の文章一個も入ってこなかった、入ってこないな、確かに分かんなかった、何言ってんの、ファッションニスタ、ファッションニスタってなんすかね、まあファッションファンのファンタジスタってことですかね、うん、ファッションのファンタジスタ、ファッション界のファンタジスタじゃない、全く分かんないな、レディーガガみたいな、だからこんなの、うん、言葉なんていくらでも勝手に考えていいってことなんだよ、うん、はいはいはい、うん、肩書きもそうだよ、全然わかんないもんね、西織はもうあれだよ、うん、神様ご飯だよ、もう俺からしたら神様のご飯、神様ご飯なぜ神様ご飯っていいんだよ、だから何でも、いや何でもいいんだって、何でもいいですけど理由くれますよ。なんでお前神様ご飯なんだ、何でもいいんだよ別に、だからいや、うん、おしゃれってことよ、神様ご飯だもん、いやでも神様ご飯は俺おしゃれって意味で出させたら神様ご飯、もう我がなんてお尻北海道だよ、なんなんすかお尻北海道。おしゃれってことだよ、おしゃれなのか、誰も持ってくんねえよ、ファッショニスタってなんだよな、ファッションがあるからまだおしゃれだけど。俺神様ご飯だよ、やだな、なんだお尻北海道。でもこれだってこれに乗ってるよ、だってあれだぜ、ファッションブランド GU が夏に向けて神様ご飯のファッショニスタたちが T シャツを、北海道お尻北海道する公式サイト内に開設、ヌメロ東京からおしゃれお尻北海道たちが、神様ご飯。一緒だろうな、一緒で入ってくる率は一緒。神様ご飯、なんで神様ご飯なんだろうな。ラジオネーム三平、破産して一文なしになった首なし豆タンクこと与沢翼さんが破産の1ヶ月ほど前に受けた性に関してのウェブインタビューで、初体験は11歳、ポコチンは15センチ、青缶大好き、セックスした女だけを入社させるなどと自慢した挙句、女を活かせるコツを語ってやがりました。前儀じゃなくて腰で活かせられますよ、活かせるコツはとりあえずフル勃起してその状況に鬼興奮して
獣のようにやってあげることです。最初は相手の反応を見ながら体位を変えてあげて、女の子がよがってきたら風呂ぼっきで鬼動くって感じですね。嘘つけお前童貞だろ鬼みっともねえチビデブが妄想でセックス語るんじゃねえ、気持ち悪い。汚ねえドッジボールみてえに面しやがってよ。金も首もねえヒルズ族とかマジで最低だわ。お前の周りに群がってたゲッセクソバカ野郎どもかき集めてな、マキチの草むしりでもしてこい。何だこれおい。物を言うゲスラーですね。ちょっと意見があるな。意見がありますね。いいです。硬派な番組だね。硬派な番組ですよ。本当に。口こそ悪いけどね。そうですね。ちゃんと物申す。言葉は悪いけどな。なんかこの今日ツイッターで来てたけど、うん、俺なんか人気の FM パーソナリティ名前上がってきたらしいぞ。あれ聞いてないですかね。去年は一切県外で無視されてたけど、はあ、うん、今回さすがに上がってきたらしいぞ。ゲスナーが多分投票してくれてんだろうな。あんなもそもそもの投票数が少ないからさ、じんわり来てるぞ。なんとか賞取るんじゃないですか。こんなラジオやってて FM のパーソナリティで名前出てベストパーソナリティ頼むぞ。ちょっと物を言うゲスナーとも。続けるとすごいですね。どうしようでも上位とかになったらね。これはすごいことですよ。ラジオネーム北の方からこんにちは、うん、男版 AKB 黒光ゴキブリ集団ことエグザイルが先日開催されたパフォーマーオーディションで5人もメンバーを増やしました、うんうんうん、5人中3人はすでに同事務所の、別グループでデビューしており、もう一人はそのグループのサポートメンバーをしていた人だそうです、うん、そして一人だけ一般の人が合格しましたが、その人は子供時代に劇団四季のライオンキングでシンバを演じていた人だそうです。おい黒光りゴリラヒロ、何が夢を叶えるチャンスは誰にでもありますだ、全員ほぼプロ入れてんじゃねえかよ、うんうん、一般人の夢叶えてくれるんじゃねえのか、うん、5人中4人も身内入れやがってよ。身内入れるんだったらな、初めから事務所内でオーディションして決めやがれ。オーディションの意味ねえだろ、うんうん、グループとグループの掛け持ちってまだ大した人気がねえくせに中途半端なことしてんじゃねえよ、うん、あと何を増やすつもりだ、エグザイル48になるまで増やすのか。いっそ人類みんなエグザイルに入れてやれ。なんだこれ。入りたかったのかよお前。そうですね。悔しいんでしょ。これちょっと物言うゲスナーではないな。線引きが。俺この質問には答えた、ツイッターでいっぱい増えてますよって言ったら、うん、人類みんな世界中の人がみんなエグザイルになっていいなと思ってるよっつって。ピースの考えですね。平和だな。ラストぐらいにしようかな、うん。ラジオネームペケミニ、有吉さん、事務所のマークがチンコに似ていることでおなじみ太田プロが今年の芸人たちと行く日帰りバスツアー開催するそうです。その名も太田プロ注目芸人と行く真夏の、うん、初夏の赤木高原バスツアー、参加費14,800円。そしてその注目芸人のラインナップこちら、アルコ&ピース、フート松原、マシンガンズ、新宿カーボーイ、トップリード、サイクロン Z。 おいボコチン事務所。何が注目芸人だ。RP 以外完全に終わってるクソ芸人じゃねえか。フープは松原なんかこの番組ですら出禁食らってるしな、トップリードなんか前説でしかテレビ局行ってねえし、マシンガンズに至っては未だにバイトやってるしな、サイクロン Z って誰だこら。こんなやつらのツアーにな14,800円払うならな、ヘルスの60歩コース行くわ。毎年うさんくせツアーやってねえで素人に素直に人材不足なの認めろこの罰金事務所。なんだこれおい。でこのバスツアーのね、はい、始まりはね、はい、猿川関です。なんだこれおい。はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。今だったな。今俺が言うべきだよ。文章の最後はなんだこれおいで締めてください。はい、ラジオネーム三平。20年の歴史に終止符を打つクソギャル雑誌エッグについて有名カリスマモデルの方々が続々とコメントを寄せてらっしゃいました。元祖カリスマギャル宮下美恵、故郷がなくなるような気持ちです。ヤマンバブームの立役者板橋留美。今の私があるのはエッグのおかげです。最高すぎる雑誌でした。
伝説のギャルをピロム自分にとってはエッグが生みの親でメンズエッグが育ての親です。うるせえ、特にピロムうるせえエッグが生みの親ってお前ニワトリか、哺乳類のくせに卵から生まれてんじゃねえバカが。つうか35歳の親父がメンズエッグに育てられたこと誇らしげに語るな本当のご両親に謝れクソ野郎なんだこれおいってピロム面白いな伝説のギャル男なんですね、まあ、ピロムと僕一緒に仕事したことありますけどね、あ、そうなんですね、うん、なんかお調子の人、まあ、お調子者、伝説のギャル男ですもんね、うん、これが伝説のギャル男なんだみたいな人だったけどラジオネーム希望の船。有吉さん、地球上に唯一現存する本物のファッショニスタことドン小西さんが週刊朝日にて先日来日したオバマ大統領のファッションチェックをしてやがりました、もうちょっと服に愛想があってもいいよね。スーツの命といえるサイズが合ってない、ズボンも大きいし長いし肩だって広すぎる、シワが髪のようにバリバリじゃん。たった今買った量販店の吊るしスーツを着てきましたって感じだよな。うるせえ、ド派手な服着た顔がでかいだけのジジイごときが何一国の大統領に物申してんだこら。こっちにはなノッチっていう内通者がいるんだぞこのことをオバマにチクったらな、てめんちパトリオットミサイルで粉々にされるぞ。それが嫌ならな、最近巷にはびこってるエセファッショニスタどもを越野純子とかいうゴリラ引き連れて一匹残らず駆逐してこい。なんだこれおい、ファッショニスタファッショニスタ、ファッショニスタっていう言葉があるね、何でもいい、使いこなしてるな、だから誰なんだろうな最初な、おすぎさんとかピーコさんかな、うん、ファッションチェックな、はいはいはい、多分な、ね、始めたのはね、そこから始まってもう今誰でも彼でもやってんな、なんか大体やってんのはドンコニシともう一人あれだろう、ちょっとお姉系のお化粧の人だろ、ハートのステッキ持ってるよう な、ね、お姉マンズやってたな、やってましたね、名前も出てこねえおじさんだよな結構いますよね、 2,3 人いますよね、そのお姉系のね、昔は清彦さんとか着物の人とかやってたりな、やってたけどな、あんなもんのどうなんだろうな、まあでもそうか、みんなファッション界では有名な人か一応、まあそうなんでしょうね、作る側とか、だけどさそういう意味ではさ、なんかあれだよな、お笑いのこともああやって街、お笑い本当のさファッションのすごい人ってさ、あんなもんに出て街行く人のファッション注意しないじゃん、一流の人は、だからもうあの人たちは三流も三流なんだろうないやまあ、いやもうすげえ締めになっちゃったそんなことないと思いますけどね、締め、とんでもねえ悪口だったとしか言えなかったですね、チェーンギャング、いやもうあの人たちは俺の悪口なんてもう意に介さないよ、超一流のファッションの人たちなんだから、ファッショニスタどもなんだから、どもファッショニスタどもがいやーよかった、フォローできましたねラジオネームチェーンギャング、有吉さん、ウィッシュって言っている大悟をご存知でしょうか。そいつが大阪で行われたトークイベントで加納栄子を攻撃していました。例えば憧れの人に会うため誰かを利用するとか、そういう人にはならないようにしたいと思います。このコメントの理由は、大悟と加納が公私にわたる親友だったらしいのですが、加納の当時の目的は憧れのラルクのハイドに近づくことで、目的を果たした後は用済みになったからのようです。おいハゲ、お前自分のじいさん竹下首相を利用しといてここまでのし上がったんじゃねえのか小沢一郎の玉金舐めた俺と狩野と千鳥の大悟に謝罪しろなんだこれおいって何ですか、小沢一郎の気持ちが焦っちゃって文章がめちゃくちゃだった相当怒りは伝わってきますけどね、なんかやってましたね、ラジオネーム満腹て稲荷、クソつまんねえゴーストライダークソつまんねえゴーストライター集団800人を率いる三谷幸喜のメガネザルが2016年の大河ドラマの脚本を手掛けるらしく、舞台は戦国時代にするそうです。おいブクブク太って太鼓も叩けねえ食い倒れ人形、お前ついにサンドリに喧嘩をふっかけてきやがったな、ゲスナーからの散々たる罵倒に耐えかねてついに NHK という兵を率いて乱世の日曜8時に攻め込んできやがるわけだ。だがな、一つお前に教えといてやろう、2年後にこのラジオがまだやってるとは限りませんから、
残念誰せいぜいまたいつものように素人に、いつものような素人に毛が生えたような脚本で金稼いで、もたいまさこにの美人でも抱いてろギリッなんだこれ置いて。なんで、畑役に送れよ。そうか、三谷さんやんのやるんですね。ちょっと楽しみ。2年後ってさ、俺もだい、まあ、約42だから、うん、どうやってっかな、ギリかやってねえかどうだやってるでしょ。いや、ラジオですか、このラジオやってんじゃないですか。42で拷問だ。リオちゃんお母さんだ。そうであってほしいですよ、やっぱり。やってるじゃないですか。39でそれやってるのもやばいけどね。じゃあ42でもやってますよ。ラジオネーム、股関節痛。えなりピンコの、えなりとピンコの飼い主、橋田壽賀子が放送文化に貢献したテレビ番組や個人に贈る第22回橋田賞の表彰式が行われ、昨年の NHK 連続テレビ小説、あまちゃんが橋田賞を、主演の能年玲奈が橋田賞新人賞を受賞しましたが、橋田自身はあまちゃんを見たことがない。あ、ごめんなさい。あんまちゃんの見たことがない。もうちょっと抜かしてやがりました。おい、橋田の周りの大人たち、橋田先生の錆びついたネームバリューを利用したいのはわかるけど、しっかり口止めしとけよ。それとも口止めされたけど忘れちゃったのか？なったらごめんな、おばあちゃん。そして、能年ちゃん。唯一の代表作を見たことないなんて言われて傷ついたろ、かわいそうに。うん、かわいそう。そんな能年ちゃんを励ますために、アマちゃんにちなんで海鮮料理を用意したぞ。食材は俺が提供する程よく縮れたわかめ、そこからひょっこり顔を覗かせる極太の穴子、その脇に2つ並ぶウニ、お醤油かけてさあかぶりつけ。なんだこれ、おい、おめえだよ。いい作戦だな。引っかかりますよ。どうしようもない、あげとこう。おう、時間あるかな、いいかな、以上。はい、続いて、なんだこれおい。はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれおいで締めてください。はい、ラジオネーム三平。ブラウンスケルトンことリカコさんの野郎が、ささやかな素晴らしい小さな幸せという素敵なタイトルでくだらないブログ記事を書いてやがりました。またまた庭のバラが可愛く咲いてくれたので1階のゲストのトイレに飾ってみた。トイレにもお気に入りを飾ること大事だよね。大事じゃねえわ。汚ねえ便所に飾られるバラの気持ち考えろ。だいたいクソしながらバラなんか見ねえし、クソまみれの便所に飾っていいのは C 級グラビアアイドルのポスターだけなんだよ。具体的にはな、手島優と小坂由佳と小野真由美な。それ以外のポスターは便所じゃなくて部屋に貼れ。なんだこれ、おい、なんなんだよ。絶対怒りたくて見てんもんな、ブログだろうな、これは。俺は相川翔さん家で、はい、バーベキューパーティーしてて、はい、リカコさん家隣なのよ、相川翔さん。へぇ、そうなんすね。リカコさん家の敷地の方に七面鳥逃がしたことある。どういういたずらなんで、大騒ぎさ、リカコさんが窓から何っつって、七面鳥逃がしましたっつって怒られたことある。ジオネーム、たまたま進歩。人気ハゲブロガー市川海老蔵さんが自身のブログで、もしかして見ちゃったと題し、都内で撮影した円盤型の未確認飛行物体の写真2枚を14日にアップし、 UFO マニアの注目を集めているようです。またその時の様子をトースポの取材に答え、逆に取材に来たトースポの記者の写真を撮り、自身のブログにアップしているそうです。おい、筋肉バカのハゲゴリラ、もしかしたらその円盤UFO じゃなくて灰皿じゃねえか。多分燃料はテキーラだな。ん、この組み合わせやべえぞハゲ。のんきにトースポの記者ブログアップしてる暇ねえぞ。これはお前か、お前がボコられる前の暗示じゃねえか。こんな危険なものをブログにアップしねえでな、いつも通りの風呂とかフルーツ写真のブログにしやれ、しやがれ。なんだこれ。ストレートすぎる。
ラジオネーム三平。順調にメディアへの露出が減り始めている美奈子さんがブログで怪しい商品を宣伝していらっしゃいました。あっとこれは大丈夫ですか。リンパマッサージセルライトスパッツ、やった。履くだけで加圧トレーニングとリンパマッサージと骨盤矯正をしてくれるんだって。私も早速使ってみたの。そしたらね、リンパの流れが良くなってむくみが取れてほっそりに、多数の芸能人も愛用してるらしいよ。購入は公式ショップから。嘘をつけ。スパッと履いただけでお前の豚足がほっそりするわけねえだろ。念のため公式ショップのホームページ覗いてみたけどよ、案の定愛用してる芸能人の名前全部伏せ字だったぞ。石丸さとみ、道丸三姉妹、竹丸恵美、誰だよこいつら。お前だけ実名で堂々と宣伝してんじゃねえよバカが。炎上して地獄見る前にブログ消せ。なんだこれおい。やぶね。まあいいけどね、別に知らないけど、石丸さとみって誰だな。もういやもう石丸幹事さんの娘さんかな。いやその丸じゃないでしょ。漢字の丸じゃないでしょ。道丸さん姉妹ってのかな。だまあ団子さん兄弟みたいなもんかな。そうですね。竹丸恵美っていうの、竹あのぶっこみのたくむのぶっこみのたくむスーパーリーゼントの竹丸かな。すげえ、何インパルスみたいなの乗ってて。すげえの乗ってて、まあ、ワニブチだけ車だけどね。よかった分かった。龍神死んだ時ね。ラジオネームチェーンギャング。中国のレストランが、あ、ごめんなさい、さっきのあげとこう、美奈子さんのやつ。あ、パン、いい情報だからエンジェルあげときます。パン、聞こえましたね。ラジオネームチェーンギャング。中国のレストランが提供したカラマリ、日本でいうイカフライの中にピンク色のコンドームが混入。は、女性客が異物に気づきフォークですくってみたらコンドームだった。うわ、女性オーナーを呼んで苦情を伝えるとオーナーは逆ギレ、激しい口論の末女性客はもしオーナーがこのコンドームを食べればなかったことにすると提案。オーナーはその場でコンドームを飲み込んだ。嘘。それでも女性の怒りは収まらず慰謝料を請求。二人ともバカかよ。もうこのことに関してはごちゃごちゃ言わねえ。なんだこれおい。すげえな、ニュース見っけだな。めっちゃすげえ、ドラマとかコントみたいな話だな。コンドームどうやって入るんですかね。え、それイカが飲み込んでたパターンなんですかね。いや違うだろう、なんか多分店員がいたずらだったりとか、ね、そんなんじゃない、嫌がらせだったりとか。あ、イカフライにどうやってコンドーム入るの。いいな、これだから俺だったらあれだろうな、長澤まさみちゃんのおしっこが混入しているじゃないかってお客さん送ってきたらさ、お、ちょっと待って、ちょっと、あ、お客さんの方じゃないんですね。お客さんがね、はい、ありがとうございます。俺なんだ、長澤まさみちゃんのおしっこが混入してるじゃないかって、俺奥の方から、はい、なんか何か不都合ございましたかって出てきてさ、いやこれ長澤まさみちゃんのおしっこが入ってるじゃないの。長澤まさみだったら入ってるんじゃないのさ。いえ入っておりませんけども、うん、いやだから入ってるじゃないこれ長澤まさみちゃんのおしっこがって。いや、うん、いやじゃあ私が食べてみせましょうっつって食べちゃうよね。何の話だよ。最初っからおかしかったんだよ。なんで長澤まさみって分かったんだよ。スタートからおかしいんだもん。待ちきれなかったわ。おしっこ入ってるじゃないかって。食べちゃううち待ちきれなかったわ。ラジオネームベネットは静かに暮らしたい。あれですね、九州のゼニゲバグマことゆるキャラくまモンが召喚周年ジャンプ召喚週週刊召喚週刊週刊生活習慣病週刊週刊少年ジャンプに掲載された読み切り漫画くまモンじゃないやつ物語に無断掲載されたとして集英社のジャンプ編集部を直々に訪れ編集抗議していました、はいはい、っていうけどよ、新聞がクソ真面目に取り上げてたから慌ててジャンプのホームページのお詫び文を見に行ったら超和やかな雰囲気じゃねえか、
編集部と熊が和気あいあいとじゃれ合ってて、おまけにお詫び文の最後の方で笑顔で集合写真撮り合ったり、しまいにはここにお詫びしますもんだと、全然新聞の記事と雰囲気全然違うじゃないか。全く集英社は、集英社も熊もおめでたい奴らだな。熊もそんなところで油売ってないで、とっとと俺たちに良質な熊本高級そばの情報を教えろ。ケツの穴にからしレッグを突っ込んで待ってるからな。なんだこれ。ちょっと、もっとはっきりしてほしいな。何論点をですか。以上ありました。はい、続いて、なんでこれおい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれおいで締めてください。はい、はい、ラジオネーム夜嫌いの夜行性、さえこ予備軍こと安田美沙子の野郎が3月に入籍したイケメンファッションデザイナーの下取直之氏との結婚生活をこう語ってやがりました。私から喧嘩は売るけど彼は買わない、家出しても探してくれないので玄関を出ても1分で諦めて帰ってくる。昨日まで私は仕事でハワイだったが、帰ってきてすぐに合流してバスケの試合を一緒に見に行った。夫婦生活は順調です。うるせえ、自慢うるせえわ。なんか嫌味も相変わらずだけど、ペラ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 相変わらず八つ橋みてえな薄いコメントしやがって、もっと正直にお金があるから幸せですって言え。ん、ゴミに全部お金があるからですってつけたらしっくりくるぞ。私から喧嘩売るけど彼は買わない、お金があるからです。家出しても探してくれないので玄関を出ても1分で諦めて帰ってくる、お金があるからです。昨日まで私は仕事でハワイだったが、帰ってきてすぐに合流してバスケの試合を一緒に見に行った。夫婦生活順調です、お金があるからです。ヒロシです。空見ろ。こっちの方がお前らしくて全部自然じゃねえか。はっきりとお金があるから幸せですって付け足してこれからコメントしやがれ。さーて、お前らもいつまで続くか楽しみにしてるからな。なんだこれ、おい。あー、いいですね。いいですね。いい発想ですね。素敵な。やっぱりこれもうそろそろまたなんだこれおいのコーナーあれ戻します。あいつこんなこと言ってあいつこんなこと言ってやがりましたにかえまた戻そうか。ああ、情報がいいですもんね、うん、なんだこれおいが邪魔になってきたんですあいつこんなこと言ってやがりました、リターンにしようかな。そろそろ戻しましょう。何でもいいじゃん。そろそろまあ6月になりますし、新しいのもあ、はい、げとこうか今の。はいはい、素敵なメール、ありがとうございます。ラジオの三平、ワールドカップ間近ということで、ハイパーメディアオラウータンこと北沢剛さんの動向をネットで調べていたところ、おしゃれな洋服屋のブログがヒットし、頭にグラサンを乗っけた北沢の写真とともにこんな記事が書かれていました。5月9日本日は北沢剛様がご来店されました。1994年にはベストジーニストにも選ばれているほどおしゃれな方です。引退されてもなおボディは現役のような肉体美、太もものサイズが半端なく太く、ウエストは絞り込まれているようです。このシャツはストレッチが効いているからぴったりめの方がかっこよく着こなせるねと鋭くポイントをついてくださいました。おい北沢てめえ何やってんだよ。4年に一度のワールドカップイヤーだぞ。シャツの着こなしポイント解説してる場合か。働け、あといい加減髪切れ。ちょっとハゲてんじゃねえか。なんでこれおい。ちょっとハゲてるのはずっとですけどね。あれもハゲキープしてるんですか。わかんないですけどね、うん、北沢さんな、うん、なんかあれだな、微妙なとこだなあいうのって、うん、おしゃれなのかどうなのかとかさ、うん、このゴリラがおしゃれ語ってんのダサいよなって思ったりさ、はいはいはい、まあゴリラだから許してやるかとかさ、うん、難しいファッションは難しいよね。そうですね。なんか超有名デザイナーですとかさ、うん、すげえブランド立ち上げてます
うん、俺おしゃれですみたいなやつってさ、大体、うん、顔ダサいやつ多いじゃん。顔顔がダサい。闇金牛島くんの借金絞り取られるような顔したようなやつがさ、結構なんか、うん、おしゃれでござい みたいな顔してる。だから頑張るんでしょうね。だから頑張るな。だからあれだからどう微妙なとこだなと思うよね、うん。おしゃれ難しいですよね。おしゃれ難しいな。うんうん、お金かけてもってところもありますしね。だからやっぱ俺はやっぱり。おしゃれに必死になりたくないよね、うんうんうん、必死になった時点でもうそれはもうただのゴリラだから。ゴリラではない。ラジオネームダッヒ。有吉さん、政府が6月中にまとめる成長戦略にプロ野球の球団数を現在の12から16に増やすことが盛り込まれる見込みとなり、提言案では本拠地候補として北信越、静岡、四国、沖縄を挙げている。北信越だっけね、北信越ね、北信越、静岡、四国、沖縄を挙げているとのことが日刊スポーツに書かれていました。おいマジかよ、なんで俺の地元の静岡が候補に上がってんだよ。第一、今から参入したら戦力的にボロ負けするの目に見えてるわ。ただでさえサッカー弱くなってディスられてんだから勘弁してくれよ。お茶が産地だからアンダーシャツ緑とかみかんのオレンジとかクソだせえし、みちゃんとかでかもられるから、もうマジでやめてくれよな。うーん、あーちくしょう、楽しみじゃねえか、なんでこれ多いということ。すごいな、静岡確かに野球よりサッカーっていうイメージですよね。あ、でもまあ戦力がまあ弱いからと思うけど、ゴールデンイーグルスは優勝しちゃったからね、うん、楽天、楽天が予選日本一になったからね。そうか、そうですね、四国とか強いっていう、四国は野球盛んだって、そうだね、強いよね。沖縄とかすごいな。沖縄な、沖縄も野球強いからな。あ、まあ留学が多いのか、でも、うん、よくわかんないけど、でもまあ増えるのいいんじゃない？うん、ダメ？僕は全然いいよな。はい、いいと思う。別に増えていいと思うけどな、もう、うん、いつも同じ人たちが野球やってんなっていう感じ。ああ、なるほどね。それはちょっとありますね。同じメンバーがね。プロなんだから。また楽しいですよ。三平、ちびデブ、ちびデブ辻のぞみさんがモーニング娘。を卒業する道重さゆみさんにバカ丸出しのアドバイスを送ってやがりました。ブログやるのはいいと思います。家でもできるし、芸能界の私生活ってブログが一番見えるので、見たいのはそこかなと思います。自分のメンタル部分が強くなるときつい部分はありますけど、応援してくれる人は応援してくれます。そばか野郎、頭の中で言葉まとめろ、喋り出してから考えるな。つうか将来有望な後輩に向かってブログで小銭稼ぎなさいじゃねえんだよ。バカが書いたブログをバカが読むだけで金儲けできるクソシステム潰れろ。なんだかな。怒ってるな。厳しいですね。じゃあラジオのメスロー、有吉さん、忍者になっておしゃれに世界征服を成し遂げたキャリーパンパムのツイッターの国内フォロワーランキングで孫正義氏を抜いて、有吉さんに次ぐ2位にまで上り詰めてきやがりました。おいファッションボス、頼む頼むから有吉さんだけは抜かないでくれ。有吉さん、俺たち童貞引きこもりニート唯一の希望なんだ。これからお前の曲を騒がしい歌なんて罵倒しないし、クラスメートのキャリーに憧れてます系ブスにも優しくする。だから有吉さんよりも多くの人にフォローされるんだけは避けてくんないか。有吉さん、みんなで1位の座を死守しましょう。なんだこれ、おいって。俺キャリーに抜かれるの結構ですよ。本当ですか、ね、その代わりあっちの方も抜いてもらわないといけませんけどもね。よっ。Night Dreamer.